はい、えー、それでは合格発表後の、ね、5月に向けての対策ということで、えーまあ、各科目、ねえー、順次、えー、5月に向けて、えーまあ、どう、ね、対策を練っていたらいのかということをお伝えする、うまあ、そういう回、ね、になっていますけれども、ね、トップバッターね財務会計論になります。よろしくお願いします。ね、はい。で、えーっとね、1点です、ね、レジュムがあると思いますので、まあ、こちらの方で、ね、使って、まあそのね、今後、 12月がね、おそらくこう残念な結果になったという方がです、ね、この動画、聞かれていると思いますので、えーまあ、その方を、ね、対象に、まあ、5月に向けて、えーまあ、どう勉強していったらいいのかとか、えーまあ、そういうことを、ね、お伝えしていきたいと思います、はいでえーまあ、先日、ですね,昨日ですね合格発表が行われました、えーまあ、57%を、ね、ご存知の通りだと思いますけれども、まあ、ついにです、ね、あの60%を切ってきて、まあ、未知の領域に会計試験も入ってきたわけですけれども まあ、あのラインとしては相当低いですよね、えー、一応、監査審査会が、ね、公表しているそのラインというのは、まあ、70%を目安にという、えー、ラインをですね、まあ歌っているわけですけれども、まあ、それよりも13ポイント低いわけですよ、でもはやもう60%も来ちゃってるんで、まあ、70%っていうのは、もはや、えーまあそのね、都市伝説じゃないですけれども、えーまあ、あまり気にしなくてもあのいいようなラインになってきてるのかなと思います。えーまあ、つまり 難しい問題を解く必要はないということですよね結局難しければこれだけボーダーが下がるわけです57%がラインということは裏を返せば43%は失点しても OK なわけですから、ね、もう4割以上失点しても受かるような試験ですのでやっぱり、ね、その基本的なスタンスは難しい問題っていうよりも簡単な問題を、ね、落とさないとみんなができる簡単な問題を拾っていくというスタンスこれは崩さないようにしてください あの試験問題がね難しくなり、特に管理と財務はねえ難しい、管理なんかはねもう3回連続結構難しいえまあ試験になっていますけれども、試験問題が難しくなると、やっぱり難しい問題をねあの解かなきゃいけないとか、難しい問題を正解しなかったら受からないって思う人がやっぱり増えると思うんですけれども、でもボーダーが下がってるんで、そこの部分はねちゃんとあの意識をしてもらえれば、忘れないようにしてください、ボーダーが下がってるんだから、難しい問題をま解ける必要はまあほ,ぼとんほとんどないわけですよ、ね。 まあそういった難しい問題は勘、ね、が、ね、合ってれば OK ぐらいなあのつもりでとにかく優しい問題、ね、基本的な問題を落とさないというところをまあ意識してください、まあ、試験の、ね、時間の中でやっぱり難しい問題が出ると焦るわけですよでやっぱ焦ると簡単な問題も落としてしまいますのでもうイメージとして、ねまあ、7割という目標というよりはもう4割ぐらいは失点しても大丈夫という感覚で試験に臨んで、まあ、まずは、ね、その精神衛生上、ねえー、安定したような状況で えまあ普段のパフォーマンスを発揮できるというような、ねえー、まあメンタルを作っていくのが大事なのかなと思いますので、えー、まあ当連とかでは、ね、7割取っていくっていうまあ目標を設定するのは大事だと思いますがもう本番の感覚としては、ね、もう6割とかでいいとかあとはもうそ,ういうそもそもラインとかあまり気にしないっていう方がいいかもしれませんね。えー、まあ見てででききる問題はやはりできない問題題ははやりない飛ばす まあ普通に LINE はあまり気にすることなく、その繰り返しであのまあ問題の政党というものを積み上げていくというスタンスにした方がいいのかもしれません。はい、で、まあ、おそらくですけれども、管理会計がここ3回ぐらい難しくて、財務会計の計算もですね前回難しくなったので、次回もですね、多分この傾向は続くと、個人的には思います、あのまあで見ふたら分かんないですけれども、個人的にはですねえまあ財務もいきなり簡単になるということは、正直ないと思うんですよ、まあ、管理会計も含めて。 特にまあ12月試験が難しく5月試験がね急激に簡単になるとやっぱりその12月試験と5月試験の公平性っていうものが確保できなくなりますのでまあ多少のねそのブレはあると思うんですよまあ多少優しくなったとかでもまあ残務会計とかであればね5年ぐらい前は結構優しい時代でしたんで例えばその5年ぐらい前の,あの難易度にも急に戻るかっていったらまあなかなか戻らないんじゃないのかなとは思いますまあ特に管理会計なんかはねここずっと難しいですから。 まあそこが急に簡単にということにならないような気はするんですけど、ね、なのでまあやっぱり、ね、想定としては難しい問題っていうものをやっぱり想定はする必要はありますただ解けるか解けないかっていうのはまあ別ですよ心の持ちようとしては、まあ、ある程度ね難しい問題が出るんだ、ね、でもまあそれで驚かない、ね、その中で普段のパフォーマンスを発揮するっていうね、えー、まあそういう状況をまあ試験にね持っていければいいのかなと思いますはい。 えー、それでは、ね、ちょっと具体的に財務会計論の中身について、あのーまあ、試験、ね、終わった直後の速報会なんかでも同じような資料を配りましたし、まあ、重複する部分もあると思いますけれどもちょっと1ページ目を、ね、開けてください。はいまあ、今日、ね、試験問題がないので、まあ、その試験の中身を、まあ、覚えている方と,、まあ、ちょっと忘れちゃったよという方もいると思いますが、えーまあ、簡単に。 どういった問題が出ていたのかっていうことで思い出してもらえると、えー、思う思い出していただきたいので、まあ、一応論点を、ね、書いているんですけれども、えーまあ、やはり、正当可能性のところ、項の部分とあとはですね、まあ、ちょっとこれレックス性の話になっちゃいますけれどもこの一番右の列ですねこれ入門は上級という列がありますが、えー、この中でですね、まあ、入門の部分ですよね、正当可能性、項プラス、えー、入門は上級のところの入門って書いてある部分については。 まあこれは絶対に正解が必要な問題だと思ってください。なので、コープラス入門っていうところをです、ね、拾っていくと、まあ、そんな多くないんですけど、えー、問題7ですね、問題7ですか、えー、問題8で、あと問題13、まあ、この3つかな、ねまあ、ちょっと多くはないんですけども、この3つはコープラス入門になりますので、あのま,あまずね、 この3つを間違えてしまった方は、まあ、これは模範性ですねやっぱり1代発展ですから財務会計論ってだからここを落とすと相当痛いと考えてください入門でやっていてかつ正当可能性が高いわけですよねということでほとんどの受験生があの取れる問題になります、まあ、今回だと自己株式の問題は少し分量が多いんですけれどもうん ただ他のね問題が難しかったっていうことを考えると多少分量が多くても簡単なものについては手をつけて正解をしていくっていう必要性はあると思うんですよまたちょっとね問題の内容を忘れてる方は家に帰って問題を見てもらいたいんですけれどもね従来だったらこうパッと目で分量が多い問題って飛ばすっていう選択,が選択肢があったと思うんですよでただまあそれはね他の問題で拾っていけばいいっていう話だったんですけどもま今回ねちょっと自己株式確かに分量が多いです で他の問題が簡単だったらこれ飛ばしてそのままね要は埋没的に扱っていってもいいと思うんですけどもやっぱ結構今回です、ね、難しい問題が多く出ていたので、えーまあ、分量が多くても内容的に簡単であれば、まあ、拾っていく必要性があったのかなっていうのは正直思いますだからまあここはねあの正当可能性こう、えー、かつまあ入門で、えー、なのでまあ正解しなければいけないっていうところにまあ該当するのかなと思いますので、まあ、まずこの3つについてですねできたかできないのかっていうところを、えー、見ていただきたいとで まあちょっとね自己株式なんかは本当に分量があの多いから飛ばしちゃったっていう方もいると思いますけどもまあこの3つがまず間違えていたっていう方はもう一回入門の方からねやり直すべきかなというのはありますんで例えばこの試験が終わってまたもう一回上級講座を受けられる方とかあと3倍速講座とかっていろいろ選択肢はあると思うんですけど。 えまあ今一度ねその入門の講座自体を取り出す必要はないと思うんで入門の問題集とか入門のまあテキストというかフォーサイトテキストのえ説例部分をねもう一度見直していく必要はあるのかなと思います。はい、でまあその時にね入門の部分から見直す場合あの説例を解くってよく言うと思うんですけどもただ本当に説例だけを解くというよりも。 あのその説明の前提となっている説明楽器の部分もしっかりとあの読む必要はありますので確かに説明は解けるけれどもねその前提となる説明部分とかあとは「欄外のワンポイント」とかってテキストになると思うのでその部分を含めてあのしっかりと確認をしてください、ね、説明だけ解けるっていう状況よりもその例えばテキストのね、えー、表とかあるじゃないですか なんかこう計算するときにどうしたらいいのか例えばリースだったら、ね、リーススタンドリースタイムの形状価格をどうするのかっていう表があると思いますけれどもああいう表も頭にあの入れていくっていうことがすごい大事になりますんでただ設例が解けるっていうんじゃなくてちゃんと、ね、その原則はこういう処理で容認はこうなんだっていう部分をあの整理しながら設例を解いていかなかったら設例を解く意味っていうのはあまりないので、ね、よく設、ね、例だけバーと回すと設例で,できるから OK ってやっちゃう人もいるんですけども。 そ説明と,と同じ問題はできるけれども説明が本当に全部のね論点をカバーしてるかといったらカバーしていないものも当然ありますからねなんかそういうのはやっぱりもともと原則がどうで容認がどうでってこれはこういう趣旨でっていうそういう部分もちゃんと読んでいくとでそれをやっていくと理論ににも役に立ちます特にそうですね今回例えばですよこのその他有価証券の問題なんかも一番最後のですね有価証券5種類ぐらいあって最後の有価証券のところはですね、あのー 実質価格を求めるような資料が出ていたと思うんですよ多分 E 社のです、ね、BS みたいなものが出てきてでただその実質価格で評価するのって,あのが生じてる時間、ね、を、ね、把握することが極めて困難と認められる有価証券ってだから減損が生じていれば、ね、実質価格で評価するでもこれもだって減損が生じているケースではないので時間、えー、を把握することが極めて困難と認められる有価証券は原則的には取得減が評価ですからね 幻想が生じている時は初めて実質科学で評価するっていうところなのでここもちゃんとテキストで、ね、とりあえず時間を把握することが極めて困難と認められる有価証券はまず原則取得原価なんだっていうことをちゃんと頭に入れてで幻想の時だけは実質科学なんだっていうのをちゃんとその説明書きの部分で理解して整理していないと、ね、やっぱり資料がいきなりねいい、e、社の BS が与えられると、ね、あこれ実質科学で求めるんだ実家法だ幻想、ね、が起きてるんだみたいなねそういう通りであの特別損失を計上するような流れに持っていきがちになりますんで。 え結構です、ね、その入門の部分おろそかにされている方あとは本当に説明だけを、ね、ただ単に解く方が結構多いですけれどもちゃんと説明書きの部分を含めて整理をしていく必要はありますその最終的な確認とかであれば、ね、テキストの説明をばっと回すっていうのは OK だと思うんですよただ初めのインプットの段階で、えー、やっぱり、ね、しっかりと整理をすることが必要だと思いますので特にまあ1週目ですね1週目というかまあもう一回、ね、ちょっと入門からやろうと思う方はその一番初めの復習部分でちゃんと説明書きの部分を、ね、あの含めてあの見るようにしてください はい、なので、説明からねフィードバックして説明書きにっていう人も多いと思いますし時間がなければそういうねアウトプットからインプットっていうのもいいと思うんですけどもやっぱりですねえ2週目、3週目というかまあ1回ねえ受験してだめでしたとか2回受験してだめでしたっていう場合はですねえまあその紹介受験生に比べて時間はあるわけなので,なので初めにやっぱインプットの部分をもう一度整理してやってからアウトプットっていう順序まあ成功法ですかねそれをねちゃんと考えるようにしてください。 はいまあ、一度やってるからもう説明からってあのいうやり方ではなくてねインプットしてからアウトプットっていうやり方がいいかなと思いますはいほ本当に時間がなければねそのアウトプットしてから苦手なところをねインプットっていうのはあるんですけどもまあなんとかねちょっとこのこの部分ですね特に7813を間違えられた方はねまあその苦手なところだけをねついてやっていくっていう多分あの方法をやってる場合ではないと思うんで、ねまあ、ぜひねその正攻法の勉強でやっていただきたいというところにはなりますはい でえー、あとは、ですね例えばですね今回の問題であれば、えー、計算の部分の、まあ、これは、ね、あの試験が終わった後の速報の分析会かな分析会のところでも同じようなことを言ったんですけれども例えば、この問い2の流動資産の問題やちょっと色々変えてきますかね流動資産の問題や、えー、あとはですね問い 11, 11の売上原価を出す問題とかですね。 問2問11この辺りの問題はですね、まあ、少しイレギュラーな問題というか普段見慣れないような問題が出ていると思うんですよ。で、えーまあ、分析会でも言いましたけれども、まあ普段ねその担当の選択肢を切るような問題ばっかり解いている方、まあ、レクだったら 上級問題集の2冊ねあれをまあ繰り返し解いていて例えば入門期の時に財務書表を作る練習とかあまり積んでいない方だと、まあ、この2台は結構きついかもしれません。まあ、原価償却費の金額を求めて以下のね6つの選択肢から選びましょうみたいなそういう練習ばっかりしてるとあの、まあ、この2つはきついかなと。で何でかっていうとこの2つって募金、まあの全体像が分かってるかどうかっていうところに関する問題になりますので。 なので例えば日照簿記2級1級って積み上げて勉強されてきた方の方がおそらく正答率高くなると思います日照簿記の2級とか1級特に1級なんかはその PL とか BS をゼ、ね、ロベースで作るっていう試験なのでそういう練習の方がこの2と11は多分解けると思うんですねじゃあ、ね、財務省を作る練習ばっかりやればいいかっていうと、まあ、それもね会計試験の担当を突破する上ではまあ費用対効果あまりよくないですただ まあ少なくともその選択肢を切る練習ばかりではなくて例えばその入門討練レクだと入門当連の方であの財務省を作るような問題であったりだとかあと入門の問題集の方で、えー、まあ少しドリル形式ですけれどもね。 ZTB から PL 作る問題とか ZTB から、えー、BS を作る問題とかがありますのでちょっとねそういうその選択肢を切る問題ばかりではなくてちょっとドリル形式の PL とか BS を作るような問題があればねそれに当たっていくっていうのはまあ一つその簿記の基礎力を高めるものにもなりますのでえまあちょっと心当たりのある方ですね担当の選択肢ばっかり切っていたとね原価消費,費の金額とか資本状況の金額とかピンポイントで持てる練習ばっかりやっていた方はちょっとねその入門の問題集とか入門棟連の財務省を作るような問題をいくつかピックアップして。 まあそのどの論点ででもいいんですよただそういうのにちょっと慣れていく必要はあるのかなとで結局論文に行ったら連結財務省をです、ね、ゼロベースで作っていかなければいけないのでほぼだからそれに慣れないと論文に行っても苦労します、まあ、費用対効果が決していいというようなやり方ではないので、まあ、そればっかりやってしまうのは良くないんですけどもただ一つのきっかけとしてねそういう財務省を作っていくっていうことをできるようにしていってください でここ最近の本試験は、まあ、これも2に絡みますけどもやっぱ表示に関する問題が非常に多いです表示に関する問題ですねなので、まあ、流動に区分するものや固定に区分するものこれさっきもね言ったインプットのところでどの項目がどの表示区分なのかっていうのはあのこれはもう意識してくださいこれ毎回、ねえー、2年ぐらい前からかな毎回試験に出てますから固定負債に区分される何とかの金額はお答えなさいとかね今回でえば流動資産だから表示は本当に大事ですね 理論部分でも絡んできますので表示系をちゃんと、ね、整理して勉強することによって、まあ、計算1台理論1台の計16点ぐらいは点数取れるようになりますので、ね、表示あのこれは強く意識してください非常によく出てますねここ最近はいで、えー、あとはです、ね、例えば今回リースの計算とか幻想の計算とかソフトウェアの計算とかあったと思うんですよ15ちょっと補信しますが問い15幻想、えー、かな 原損が問い17か問い17であとはもう1個ソフトウェア問い18この辺りの計算問題は難しかったものもありますよてか全部正当化の世中なんで、まあ、難しいんですけどもこのリース原損ソフトウェアたりはこれは問題の区分としてカテゴリーとしては普段やっているような問題の発展系です。 だから見慣れないという問題ではないんですよ。例えばリースであれば、今回、残価保証と維持管理費用相当額が同じ問題で組み合わせて取材されておりました。でも、残価保証も普段やってる、維持管理費用も普段やってる、ね、その普段やってる問題の発展系です。現損会計も将来キャッシュロー見積もっていくっていう問題ですけども、まあ、そのキャッシュローの見積もり感が結構長かったりして、解きづらい問題ですけども、これ、普段やってる問題の難しいバージョンのものなので、まあ、このあたりは練習でどうにでもなるかなと。練習で。 なので今上級問題集がまあレクだとありますがもしね上級問題集に物足りないとねもう一個ステップアップしたいという方はあのーまあレクだと僕のフルマスター講座っていうのがありますんでえフルマスター講座っていうのは上級問題集をもっと難しくしたまあ難しいっていうかね網羅性を高めてかつまあ難易度も上げた問題でま,あまさにこの今回であればリース減損ソフトウェアみたいな問題ってフルマスターの問題とよく似てるんですよ。 フルマスター講座っていう、まあ、講座っていう名前ついてますけどもあれって問題集の解説講座なんで結局フルマスター講座を取ると僕の問題集がですねもうワンセット届くと思ってくださいで。それはもう結構難易度が高い問題を収載したもので。 でまあ、連結系とかも入ってるんで、かなりいいまあ問題集にはなるんですけど、あの1回目の受験の方とか、それやると、もう消化不良を起こすんで、1回目の受験の方のレギュラー講座の中に入ってないんですけども、まあ、2回目、3回目以降の受験の方であれば、そこに手を出してもいいかなと思いますんで、えー、まあちょっとね、もう上級問題集、もう何回も何回も繰り返しやって、もうボロボロになっちゃってるっていう方ような方であれば、まあ、フルマスターの方をねあのやってもらってもいいのかなと思います。はいまあ、特にこのあたりですね、リース、原損ソフトウェアの問題がまあ解けるようになりたいと、まあ、それ、みんなになりたいと思うんですけども。えー まあ確実に、ねえー、ちょっと得点したいという方は、ね、一つ考えてもらえればというところになります。はいまあ、これが計算ですかね、あとはもう全般,全般として言えることですけれども、まあ、特に計算の全般として、ね、言えることなんですけれども、えーまあ、結構毎回細かい論点出てます、ね、細かい論点が。えーまあ、今回であれば連結会見のところで決算日さえです、ね、決算日が親会社と子会社でずれているというケースが、あのー、出ました。 で細かい論点はどこまで扱っていくのかっていうことで、まあ、テキストの重要度がねあの C ランクとかってあると思うんですけどもあの個人的には、まあ、これはもう前々からね前回の分析会とかからもう結構言ってるんですけども、えー、個人的にはその C ランク論点でも簡単なものはやっていこうと。まあ他のね問題が結構その難しくなって解きづらくなっている中あの C ランクで簡単な問題って別に B と A をマスターするよりもです、ね、簡単にあのマスターできちゃうものも結構あるんですよ。 本当に30分ぐらいテキストを眺めていけばできるようになるような論点って結構あるんであのまあテキストの C ランクであっても簡単なものだったらもう手をつけていくこうとでその簡単が難しいかっていう判断はもう自分の判断で構いませんこれは明らかに C ランクで難しいとかって言うんだったらもうそれはね確かにひよたく効果悪いですまあ何で C ランクになってるのかっていうそれは過去の出題,出題実績を見て、えー、よく出てないからまあ C ランクにはなってるんですね基本的には出題実績でつけているとでもね っていうののはその予備校のテキストのランクなんかを見て問題作ってるわけではないのでここ最近はもうその C ランクとかも含めてガンガン出てきていますでそれはもう知ってれば解ける知らなかったら解けないっていうような類の論点も結構あって今回の親会社と子会社の決算名が異なるケースっていうのもねまあこれ久々に出たんですけどもあのこれも知ってれば別に解けるんですよ要は見立つと同じなんですから見立つと同じでやっていけばほぼやり方は変わらないで知ってれば解けるんですね でも知らなかったら何か刻みが違うから難しいでタイムテーブルすら作,る作れずに全然得点できないっていうことになってしまうわけですよね特に連結会計なんかはそれを知っていればタイムテーブルが作れて知らなかったらタイムテーブルが作れないっていう状況があるんであればタイムテーブル作れなかったら壊滅しますからだから知っていればタイムテーブル作れて点数が、まあ、6か所中のね例えば3か所取れて18点取れるとあ,あ12点か1二点2点取れると知らなかったら0点だよとかっていう結構差がついてしまう可能性がありますので、まあ、これは論文にも言えることなんですけども えーまあ、細かいかもしれませんが、簡単な C ランクというのはこう幅を広げて、ね、ある程度やっていくようにしてください。別に難しいものをやる必要はないですよ、ね、明らかにこれ難しいと、ね、ちょっとやそっとじゃ理解できないというんであれば、まあ、それは費用対効果が悪すぎますから、それは別にやる必要はないですけども、も、うん、簡単なものであれば、あの手をつけていったほうがいいかなと思います。ね、はい ああ C ランクをねカットしていって解けてまあ受かられてる方もいますけれどもね C ランクカットしていってあのまあちょっと受からないなって思ったらあとは守備範囲をね広げていくっていうのが一つ戦略としてはあるんであ,のまあ辛いかもしれませんけれどもその前ね受験して落ちてしまったその前のね時と同じ勉強法だったら次もなかなか点数が取れない可能性ありますから。 まあ特にまあ初回受験で次2回目っていう方は単純にインプットが足りてないっていう方が多いのでまあもう1回でも同じことをやってインプットを高めていくっていう方法でもいいと思うんですけども例えば3回受けて3回ともダメでしたっていう方はやっぱり今までとやる必要は変える人やるやり方は変えていく必要は何らかの形であると思うんで例えばまあ守備範囲を広げるとかねえ上級問題集やってたけどもそれをフルマスターに変えていくとかあのそういう必要はあると思いますのでね。 まあ、2回目受験までは、まあ、同じやり方でも個人的にはいいと思っていますが3回目、4回目、ね、受験するという方は何か、ね、やり方を変えていくようにしてください。はいでまあ、計算に比べるとです、ね、理論の方は今回、優しかったです、まあ、だから次回も優しいかというのはそれは分かりませんけれども、まあ、理論の方は本当にレジュメト一問一答で必ず合格ラインが確保できるので理論はです、ねまあ、かなり難しい難易度が上がっても理論と一問あレジュメト一問一答やっていけば合格ラインは確保できるので相当難しくなければね。 だかからもうとにかくそこです理論のレジュメを読み込んで一問一答やるとでこれも昔からね言ってるんですけども一問一答だけやってもあんまり力つかないですから必ずレジュメと相互に参照するようにしてください、ね、レジュメと相互に参照すると一、ね、問一答だけやっていくと本当に知識が断片的になってしまいます本当に一問一答と全く同じ問題があれば解けますけれどもちょっとひねられればあの解けなくなるどころかあこれ一問一答と同じ問題だって 錯覚しししてて間違いの選択をまししまう可能性がありますからね理解してない場合って。ね、なのでここは必ずレジュメント。であの試験間際に,になるとレジュメを読み込んでいくっていう時間はそらくなくなると思うんですよ。やっぱり一問一答解いていって、えーまあ、勉強をやった感が欲しいですし、えーまあ、その勉強方法っていうのは間違いではないと思うんです。だからなるべくねこう試験よりも前のタイミングでしっかりとレジュメを読み込んでいくようにしてください。だだだだだからまあ今ですねまさに、ね、だん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  レジュメよりも一問一答のウェイトが増えていくようにはなると思います。それそれでいいと思います。てかそうなるべきですけれども、初はじめやっぱりちゃんとしたね、レジュメの読み込みのインプットというものをしていく必要があるのかなと思いますので、理論はもうそれであの対策は立てられるんで、計算量もあの対策の立て方っていうのはもう明確です。なので、一問一答、レジュメ、あとはトーレンですね、まあ、そのあたりの選択肢を一問一答とかに挟み込んで、まあ、繰り返しやってもらえればと思います。はい。で、ちょっとレジュメのをです、ね、めくって、次のページですね。 はいえー、理論の各足別の分析とあります、まあ、これはですねあの、まあ、レねあのポイントアップ答弁を受けられている方は、毎回ポイントアップ答弁でもこの,、ね、あの表を配っているんですけど、えーまあ、各ね理論の問題の足別の判断基準で、えーまあ、その理論ごとの、ね、本当に問題ごとの正当可能性って出ていると思うんですけれども、その足ごとですね、あの選択肢は、まあ、例えばこれ問題1の A の選択肢は A ということはまあ判断しやすいと。 A の方が判断しやすくて、えーまあ、C っていうのは判断しづらいというものになります。はい、であとね、えー、その計算っていう列がです、ね、各問題にあると思うんですが、計算っていう列は、あの計算問題の練習をちゃんとやっていれば、つまり募金、ね、簿記をちゃんとやっていれば、その簿記で正誤の判断をつけられますよという印になります。 で大体ですね毎回これ統計取ってるんですけども3割から4割ぐらいまあ少ないと25%多かったら45%ぐらいの割合で計算ができればあの選択肢の判断できますよっていう足がありますだから募金をしっかりといれば判断できるんでこの問題っていうのはですね絶対取っていかなければいけない部分だと思ってください今回ちょっと少なめといえば少なめなんですよ少なめだけれども簡単でしたとからですか 練習の中で理論の勉強も実はね重複してできているはずなんですね。だからまあ一応ねあのー、表をつけましたのであのー、参考にしていただきたいというところになります。はい。で、えー、最後にまあその5月から8月へ向けてということでレジュメの下ですね。はい。えー、担当はですねまあ当然その整合の判断をしていく。 ことが、まあ、必要になってきます。まあ、特に理論で言えることですけどね。理論に関しては、まあ、正しいか間違っているのかという判断ができればオッケーなんですが。あの、まあ、論文のほう記述をしていくという必要がありますので。まあ、今までとはですね。学習法は少し異なってきます。ただ、財務会計の場合は。論文だから、何か新しい知識が必要になるかというと。まあ、新しい知識ですね。担当に上乗せする部分は。まあ、大体二割ぐらいだと思ってください。だから、全体の百のうち八十は。もう知識としては。 もう自分の中に入っていると、まあ80とか85パーセントぐらい、残りの15パーセントぐらいが論文特有のまあ知識であったりだとか、まあ計算なんかもほぼ100パーセント近いぐらいに担当でやっているんで、ええー、まあ本当に15パーセントぐらい上乗せすればいいということで、じゃあ何やるのかって言えば論文では、ね、とにかく書くために覚えて書けるようにするっていう練習がまあ必要になってきます。はい。でそこでですね、まあ今回例えば財務会議論で点数ねまあ100点超えたとか、まあそうですね、えー、90点 を超えたまあ本当は100点超えるっていうのがいいんですけども、まあ、90点以上の方はですねあ,の、まあ他の科目との兼ね合いもありますけども論文の方の勉強もまあ並行してやってもいいのかなとは思います5月に向けて。だから例えば講座だけ講義だけをね聞いてしまうとかとりあえず財務会議の十10個もありますんであの、まあ、講義だけ2月中までに聞いてしまうとかっていう何らかの形でその論文の勉強をしていってもあのいいとは思います。 ただまあ90点来ちゃった方ですね、財務課金論の担当で90点来ちゃった方は、もう論文の勉強やってる場合じゃないので、えー、まあここはもう担当に専念かなと思います。な、は、の、い、で、九十点、まあ、できればね100点超えていれば、財務課金論的には、今回難しかったんで、100点超えていればね、論文の方の勉強をして、まあ、それが担当にも役に立つ部分がありますんで、えー、まあ、合わせてね、ちょっと5、8狙っていくっていう戦略でもいいのかなとは思います。はい、でただ、論文をやるんであっても、えー、まあ、どんなに伸ばしても3月いっぱいですね。 3月いっぱいで当然担当の勉強は並行してやっていきますよ担当の勉強は並行してやっていきつつ論文の講義だけ聞くとかあの、まあ、問題集もねちょっと解いてみるとか、ね、あとまあ本当だったらね租税法とかを多分一番論文の勉強としてはやらなければいけないと思いますので、まあ、別に財務会係に限らずねその全体とのバランスもあると思いますけれども、まあ、本当にあと一歩、ね、本当にあと、ね、1点あと2点で受かるっていうレベルであったんであれば、まあ、租税法の講義を聞くのをお勧めしますね一、まあ、番はね やっぱ税法の講義って30コマぐらいありますので、あの担当終わってから5月終わってからだと結構きついんですよ、単純に30コマで3時間だから90時間拘束されるんで、えー、それは結構時間的には厳しいですよね。それ1日24時間勉強やってれば90時間なんで、まあ、4半日ぐらい済みますかそんなことできないんで。えー、だから まずまあ優先的には租税法を考えていくべきですね、えー、まあその次に、ね、企業法とか財務計論の講義を聞くかどうかというところをちょっとね、あのー、選択に入れてもらえればと思いますが、また具体的にね、どう勉強していったらいいのかっていうのがまあ分からなければ、えー、LINE とかでね、質問してもらえればお答えしますので、個、ま、々、ああね、によって状況は違いますので、えー、ちょっとね、ご自身の判断で、ね、ちょっと迷うなと思う方は、またね、質問をしてみてください。はいまあ、とにかく、ね、月… の合格っていうことを考えるんであれば12月がだめでもね5月受かれば8月にですね、えー、受かってその10月合格者と同じラインに乗ることはできますので、ね、まあちょっとね、あのー、5月の担当のことしか考えられないっていう方もいると思いますけれども、ね、なんとかその8月まで一応見据えるっていうことは必要になってきますで今回ね5月のごめんなさい12月の担当式試験の点数がすごくね低くて、まあ、とりあえずその8月の論文のこと考えられないっていう方は。 まず5月を万全の状況で受かってください万全の状況でですかその担当の4科目財務管理監査企業ねこれを、まあ、その万全の状況で受かれば担当終わった後は総勢法と選択科目を中心に勉強していって8月論文を狙いますんでねただその5月の試験を、まあ、万全とかあまりね勉強せずに、まあ、なんとなく受かっちゃったっていうとやっぱ8月の論文っいうのは厳しくなりますので。 なのでこう論文をやるかどうか迷っている方もね多いと思いますけれども、全然その今回の点数が振るわずに、もう40%ぐらいでしたよという方であってもね、とにかくその方は5月、万全にと、とにかく担当4科目は、もう論文にね、ごめんなさい、論文式試験の問題がまあ解けるようなねイメージで、もう担当を受かっていくと。 論文式試験の問題だっっててて解けけるんんだだいいいいいううぐらの、ねえー、イメージでで勉強を、ねえー、やっていただければいいと思うんで別に論文の講義を聞かなくてもいいですよ。とにかく担当の勉強をやっていって、えー、その担当の勉強というものを自分の中で100%、ね、満足する形で終わらせ、えー、そして、えー、8月に、えー、5月向かったと、ね、向かっていくということで、8月狙えますから。ね、なので、まあ、迷ってるんだったら、とにかく担当だけに専念するとかね、こう中途半端な気持ちが一番良くないので、論文やるんだったらもうやる、中途半端にやる,なやるのが一番良くないので、ね、そこはもう自分の中で、えー、ここ2、3日で決めて。 やるんだったら、総税法だけやるとかね、総税法と財務だけやるとかっていうのを決めて、やらないんだったら、もうスパッとやらない、ね、そこをうまく意思決定をして、えーまあ、このあとですね、進んでいってもらえればと思います。はいえー、ということで、まあ、30分ぐらいでしたけれども、財務会計論についてはね、以上になりますんで、また何かあればね、えー、LINE なんかであの聞いていただければと思います。はいえー、そしたら続いては、感想論で、久刈先生にバトンタッチをさせていただきます。えー、お疲れ様でした はい、えー、それでは監査論についてですね、合格発表後の五月に向けての対策ということで、えー、話していきたいと思います。えー、草加です。よろしくお願い致します。えっと、まずですね、監査論、今回、あの、本試験を、まあ、あの、実際に。えー、他校さんとかもね、回答を見てみると、かなり、あの、回答が割れたんですね。で、はっきり言ってですね、あのー。 金融庁が公表した最終的な回答で1つ問題19なんですけどもあのそこはいま、ね、だにあのよく分からないというところもあって、まあ、監査論ではあの毎回、そうやってあの我々会計士がです、ね、あの複数人集まって回答を作ってもあのどうなんだろうという話あのもっと言えば予備校ごとにも見解が違うという問題が、まあ、どうしても出てしまうんですね。で <laughs> ごめんなさい でえー、とじゃあ、監査論として合格点を取っていくためにどういうことが必要かというとやはり、ね、そういう問題はもうあの取れなくていいとで、えー、じゃあ何点ぐらい取る必要があるのかということで今回、具体的にですね今回の12月担当のお、まあ蓋を開けてみてどうかということですけども、あのー、実際に、えー、と受験生の平均点が 約まあ、平均点というか、ね、平均のパーセンテージが48%ぐらいだったんですね。で監査論がなぜか一番 高いとで他の科目はまあ30%台とかねあの、まあ、財務管理なんか30%台で、えー、とてもですね低かったでじゃあ監査論は48%ってことは結構みんな取れてるのかっていうと監査論は特に団子になっていてあのどちらかというと,、えー、と合格者でもやっぱり60から65点ぐらいがあの、まあ、かなりいいラインだったんじゃないかなというふうには思ってます。 いてあの受け終わった段階で,です、ねまあ、7割ぐらい取れたっていう方も,のもあの結構いましてです、ね、じゃあ,、まあやっぱりあのしっかりと講義とか倒霊とか過去問をやって、えーまあ、言われた通りにやっていれば7割ぐらいはもしかしたら 取れるただじゃあ9割とかね8割5分取りましょうって言ったらそれはねあのあの我々でもあの見解が割れてしまうっていうのがあるので、えー、それは難しいということで監査でもしですね他の科目とあのけんあの兼ね合いで監査である程度アドバンテージを取っておきたいという場合には、まあ、7割ぐらいを今回の試験では目標にするぐらいのレベル感であの勉強を進めていただきたい。でえーとまあ、他の科目があるから 監査ではもう本当にあのライン上でいいんだっていう場合には、まあ、今回6割ぐらいでよかったのかなっていうふうには思いますね。でじゃあ具体的に、えー、とじゃあその7割を取ったっていうね、えー、受験生の方の勉強はどうだったかっていうとあのこれはねやっぱりな何度も私講義では言ってしまってるんですけどやはり監査は基準ですこれはもう間違いないであの例えば監査のね換気法とかを全然読まずに受かったっていう人も5%ぐらいはいます。 自分があのその残りの5%ぐらいのにタイプだった 別にこれはあの、えー、勉強ができる、できない頭がいい、悪いとかそういうことじゃなくて基準を読まないでも受かるタイプの人って確かにいるんですねでそういうタイプであれば確かにあのそれはいいと思いますただ実際にあの合格者、えー、あるいはあの、えーまあ、最近の合格者あるいは私の監査今実際やってますけども監査現場の人たちの話とか聞くと結局担当の時でも換気法は読んでいたと。 でそれが論文まで、ね、ずっと読み続けてたっていう方が9割5分ですねはっきり言って受かった方の9割5分はあの読んでたということなのでやはりですね換気法を重視したあの勉強をするのがいいかなと思ってますで具体的にちょっとこれはねあの今回あのお配りしてないんですけども、えー、と動画等でねえっ、ー、とあ,あ,の、えー、あれごめんなさいねえっ、ー、とこれが逆にええー あげたりはしてるんですけども、このこういった問題がまあ今回出ていたと。 でえー、とじゃあ具体的にどういうふうな対策をしていくかというと、えー、第問題1はです、ね、財務所要監査の総論ですでこれなんかは、まあ、講義あるいは、えー、過去問ですね過去問の財務所要監査総論のところを解いていればある程度できるとで、えー、問題2とか問題3の,この会計士法禁止法で問題4の会社法でこういった法律系はどうするかというとですね、あのー、はっきり言って。 この法律系をあの隅から隅まで勉強していたら監査論の勉強時間いくらあっても正直言って足りませんですからこの会計司法禁止法会社法についてはもうあの過去問で対策をするしか正直ないと思ってますですから監査論で出るこの前半の法律系の問題は、えー、過去問で対策をしていただきたいと思っています でえー、じゃあ過去問ってどこにあるのかっていうと具体的にはねレックではあの問題集という形で監査論は過去問を配布していますのでそれでですね、えー、と今56回分なのかな、えー、56回分の過去問を、えー、と問題集として講義を、ねえー、受講されている方には配布していますのでレックで受講されている方はそれでいいですしあとは、まあ、どこか、えー、と外部で、ね、市販されているものがあればそれでもいいんですけどもとにかくですね過去問で、まあ あの解いていく中で、えー、そこで出てきた会計士法とか金書法会社法の選択肢は全て押さえておくということをやっていただくのが一番いいと思いますで、えー、っとちょっとあの最初で言,あの言ってなかったですけどもあの監査論はですね、えー、特に過去問が何度も何度も繰り返し 出る科目ですはっきり言って監査論は過去問だけやってれば5割ぐらいは取れる試験だと正直あのぶっちゃけて言うとそう思ってますね。で、えー、実際に分析をしてみると過去問でで出た選択肢ばっかりなんですよで今回も難しかったと思いますけども過去問で出た選択肢がかなり重なって出ています。ですからあの過去問の重要性っていうのは、ね、非常に監査論が高い。なので、えー、っと本当にあの 勉強のね内容として何をやっていくべきかっていうことで絞っていくと、えー、過去問とですねあの過去問とまああのレックで言えば問題集過去問それとあとそこで問題で出てきた 選択肢の足について例えばここの足は換気法200の第20項だとか、えー、ここは換気法600の30項だとかっていうふうに解説があったらそこの解説に書いてある換気法の原文をぜひね参照していただきたいんです。で同じものをあの解説にも書いてあるんだから解説で終わりでいいじゃないかって思われるかもしれないんですけどもそれはね全然意味が違ってもちろん論文まで考えた場合に意味が違うのはもちろんなんです けどもあの例えばね寒気法の600の30項っていうふうに、まあ、あの解説に書いてあったら600の30を原文引きます引いた時に寒気法っていうのは文章が、ね、上から流れているんですねなので上から例えば30を引いた時にあの見ればわかりますけども293031というまとまりで一、えー、つの,あの意味が通るような寒気法の場合が結構ありますのでその場合には30個だけじゃなくて293031というふうに、えー、周り これがとてますである方なんかはあ今回の試験を受けてみてもうほぼ換気をやればいいんだと思いましたっていうふうに、ね、あの言ってた受験生がいてびっくりしたんですけどその通りであの後半の問題なんていうのははっきり言って換気法を読んでればあの結構な確率で8割ぐらいはね後半の,もあの11問目から20問目までは8割ぐらい取れる可能性はあるというふうに思ってますので勉強法としてはあのいった、えーっと まあ、過去問と、 基準集まあこれがね非常に大事です。そして、えー、まあもちろんあの講義のレジュメとかね当然もちろん大事なんですけどもまずですねあの過去問と基準集っていうのは軽視しないでいただきたいということねえー、それを、えー、ここでお伝えしたいと思います。でえっ、ー、とその中で過去問についてちょっと先ほど話が途中になりましたがあのできればですね五六回の過去問があればそれをですねあの平面的に解くんではない なくてつまり、えー、平成29年の第1回の試験を20問解くんだとかそういうやり方をするんではなくて56回あればです、ね、それが例えば冊子になっていればもう全部ばらしてです、ね、分解していただいて財務諸表監査総論の論点は財務諸表監査総論だけを集めて解くとで、えー、会計法なら会計法の問題だけをまとめて解くと。 金賞、えー、なら金賞だけの問題をまとめて解けばはっきり言ってあのあこれもう選択肢同じの,あの出てるじゃんっていうのは実は皆さんがあの見ていただくだくけではっきり言って分かりかますでこんなに重なってるのが出てるんだと思えばですね意外と気が楽になりますしあの実際にね、えー、そういった意味で過去問のお選択肢が本当に出ますので、まあ、特に、あのー、論点ごとに過去問を揃えて解いていただく。 いうことが大事の上で法律に関しては特にもう過去問でしか対策しようがないっていう部分がありますので法律の問題はもう特に過去問だけで十分かなと思います。 でじゃあそれ以外のねこの不正リスク対応基準とか四半期レビュー内部統制監査品質管理保証業務前半でこんなのが出てますけどもこの辺はやはりね、えー、講義の,あの内容っていうのが結構出ていましたでえー、っとこれもね受験生の話をいろいろ聞く中でえー、っと講義のレジュメを あの全部見たら7割ぐらい取れたっていうことをね言ってくださる方もいてでじゃあそれはどういうことかというとはっきり言ってですねあの講義のレジュメを活用される方に関してはあの講義のレジュメで正直本当に割割からら取れるぐらいの内容は網羅していますですからあの一つのやり方としては講義のレジュメを復習してで試験の直前前日になった時に、えー、1回転全部読み,読みをざーっとでもいいので読むと。 いうことができる勉強法をまあ確立していただくというのも一つのねあの方法です。えっ、ー、とこれは担当論文ともそうなんですね。で私も受験生の時はあの講師のレジュメを、えー 試験の前日には1回転するあるいは2回転するように心がけてましたでこれをやると、まあ、当たり前なんですけど前日に見たところかからしか出ませんよ、ねまあ、あのそれ以外に出たところはみんな埋没なので、えー、前日に見たところから大抵は出るということになるのでじゃあ,あの 普段の学習でですねレジュメを復習するのであればレジュメのところでもう何度見ても分かるところはもうそこはねあの何度も見なくてもいいと思うんであの何度見ても間違っちゃうあるいは勘違いしちゃうところをですね、えー、よくあの印をつけるなり付箋をつけるなりして試験の前日にそこだけ見ればあ,のあとはもう他のところはね全部できるという状態にすれば、まあ、それで1回転、2回転というのはあのはっきり言って物理的に時間あの作ることは可能だと思います。あの もっとと言うとあのレジュメの全体を自分のできないところだけバーッと担当前に見るんだったら3時間ぐらいあればあの正直できるぐらいになると思いますで逆に言えば前日の3時間ぐらいを使って全範囲を復習できるぐらいの勉強を試験の1週間前ぐらいまでに、まあ、していただきたいっていうことが ありますね。なので、あの、まあ、ちょっとね、えっと、人それぞれ、いろいろやり方はあると思いますが。まあ、一番オーソドックスなのは、えっと、まあ、レジュメでね、復習していただいて。あとは、あ過去問と、それで、出てきたところを基準集で参照していくと。いうことが、あの、いいかなと思います。じゃあ、担当ポイントアップ答練はどうなのかっていうと。担当ポイントアップ答練、もちろんね、基本的な重要な問題を網羅的に出しています。で、えー、これは担当ポイントアップ答練で、そのまま、あの、その。 出てる足がそのまま本試験で出るっていうことも十分ありますので、まああの担当ポイントアップトレはあのなんていうかなあの時間を取ってぜひねまあカンサで時間が足りないっていうことは普通ないんですけども時間を取ってですねあの解いていただいてそれであの自分の復習の度合い、えー、自分の知識の定着度をまあ測るバルメーターにしていただくっていうのもいいかなと思いますで、えー、それで特に担当ポイントアップトレで全く分からなかった選択肢があれば。 それは、ね、レジュメに戻るなり環境を読むなりしてそこをね復習をしていただくっていうのが、まあ、一番あのオーソドックスかなと思いますで監査論はなのであの言ってもですね皆さん監査および会計の専門家になる試験を受けてるのに環境を読まないっていうのは個人的にはちょっとありえないかなと思ってるんですね。でえー、とやっぱり合格者の95も読んでる でえー、あの要は司法試験を受ける人が六本を買わないとか六本を読まないっていうのと同じようなあの話だと思うのでやはりね、えー、換気法はあの,ぜひあの合格するためにあの読んでいただきたい特にあの一から読むっていうことではなくて出てきた問題あるいは過去問に、えー、対応するところを、ね、徐々に読み進めていけば自然とです、ね、あのいろんな換気法の箇所を読めることになりますであのまあくだらないかもしれないですけどやり方としてはよく講義で言うんですけど 1>, あの1回読んだらねそこのところ蛍光ペンで塗りつぶすで2回目読んだら例えば基準番号に丸つける3回目読んだらアンダーラインを引くとかね、まあ、人によっては正の字を横に書くなんかしていただいてあの自分がよく読む換気法っていうのがそれで一目瞭然になってきますのでそうするとあのやっぱりねよく読む換気法からはの部分から基準からはよくあの本試験に出るっていうことなのであの自分の中で重要度もね、えー、整理できてきますので、まあ、換気法はねあのできればあのまあ あの個人的には絶対読んだ方がい,い,かなと思いますでえっと一つねこれちょっと移していいのかなまあ,あの質問をよく受けるんで最新の換気法ってどこにあるんだと結構最近改定されてですねあの換気法が、えー、ダウンロードすればあの手に入るんだけれどもあの本では売ってないっていうことがあったんですがあの。 皆さんの多くが中央経済社さんの監査法規集っていうのをよく使われていたんですけどそれがですねこれはあのと,とても試験対策上は使えないので、えー、とじゃあどうしたらいいかっていうとあのこれがね会計士協会から。 えっと会計士協会出版からですね今年の1月に監査実務指針集の4定番っていうのかなあの第4版が出ます。で、えー、っとおそらく書店に1月とか2月に並ぶと思うんですけどこれがですね皆さんの試験範囲を完全に網羅している基準が載っていますので、まあ、あの会計士協会のねなんか進めるのもあれかもしれないですけどただこれはあの、えー、っと完全に最新の皆さんの試験に対応したものが全部載っていますのでこれなんかをまあ購入3 0 円ぐらいするのでちょっと高いんですけども購入されて勉強の時に引かれるのがまあいいかなと思うので、まあ、一応これはあのお伝えはしておきました。でですねあとまああのー、ここでねお伝えすべきとすればですね、えーと 今回のじゃああの監査論だけ見たときにじゃあ7割取れていたらですね、えー、もう監査の知識は十分だと逆に思って頂い,いていいと思いますで監査論は論文に行ったときに知識は全く増えませんもうそのぐらい断言していいと思います 監査論は担当の方がが範囲が広いいと思ってくださいですので、えー、論文はもう書けるかどうかで、えー、そこのね、えー、アウトプットできるかどうかっていうところでまた壁はありますけども、えー、知識が増えることはないので今回監査論で70%ぐらい取れた方はまあもう論文対策の,あの講座を受けるなりね、えー、論文を書くっていうようなあことに入っていただいて十分いいかなというふうに思います。なのので、まあ、監査論論は担当と論文の差は 基本的には知識レベルではないと書けるかどうかが大きな差があるということですね。でですねあとあの、えー、っと一問一答について聞かれることがあるんですけど、えー、っとこれはあの個人的には一問一答はやってもやらなくてもいいと思ってます。なぜなぜらばあの換気法を どうしても読みたくないっていう人は一問一答をやってくださいっていう答えになりますね。で漢気法を、まあ、あの読むんであれば一問一答はあのやらなくてもいいとなぜならば漢、えー、気法の文言をちょっとだけ変えて足にしてるっていうのが一問一答なので基準をねそのまま読める方は一問一答はあの正直、えー、やらなくてもいいかなというふうに思います。で、えー 皆さんに今回お配りしたレジュメには、レジュメというかね、換気法の体系として、監査基準委員会報告書の中で公表されているものをお配りしています。で、えっと、一応ですね、これについて、講義の中で言うときもあるんですけども、あのランキングをねあの、お伝えしていきたいと思います。一応5段階で、A、からプラス B-C いう形で、ランクをつけますで A ランクのものは、あの、やっぱりね、えっ、ー、と、一通りできれば読んでほしいっていうのが A ランク。で、B プラスは、まあ、あの、監査論でね、 あの失敗しないために B プラスぐらいまでは、まあ、あの読んでいただくあるいは B プラスだったらあのそうです、ね、問題で出てきた時に、えーとまあ、しっかり読むとで B とか B マイナス C はもう極論すればあの時間がない方は読まなくてもあのいいけれどもその中で、ね、C はもう絶対読まなくていいとで、えー、B マイナスも私だったら捨てますでも、まあ、B ランクってこれから言ったところについては 余裕があればあるいは監査論で少しアドバンテージぐらい取りたいなっていう方は B ランク以上 B、B プラス A を読んでいただくというのがいいと思いますただ A に関してはもう一通りねあのじっくり読むとで、えっとまあ、B プラス B っていう形でちょっとあの一旦ランク言ってきますがまずこの「序」っていうのはあの、えっと、レジュメの 3, 3ページになってますけど「序」っていうのはこれはいいですが、えっと、200 の総括的的な目的これは、ね、A ランクですこの換気王200だけははっきり言って読み物として読んでいただいた方がいいと思います。もういろんなところで出てきますんでね。なんで寒気王200はもう全体として A ランクです。 で210の監査業務の契約条件の合意、これ B マイナスですこれはもうあの限りなく C に近いの B マイナスなのでもう問題で出てきたときにあの、えーまあ、問題だけを解くかあるいは問題で出てきたところを基準まで参照するぐらいでもうあの一通り読むとかっていうこととはちょっと縁遠,遠い基準ですね、210は B マイナス。220の監査業務における品質管理、まあ、これはね、うん、と B プラスぐらいなんですね。B プラスだかからら余力のある方は最初から 読めばいいし余力がなければあの、まあ、問題で出てきたときにその基準を読むプラスその周りの周辺を読むというような形で、まあ、ランクとしては B プラス220は B プラスでその右横に「品規法1号」ってありますこれ監査事務所における品質管理これも B プラスですねこれも220と同じランクなのでまああの、えー まあ優先度ととしては、ねえーとまあ、高い方だとで230の監査調書これはですねあのそんなに難しくない換気法なので、まあ、これも B プラスにしておきましょう230は B プラスこれもですね、えー、と見れば分かるのであの、うん ただ読み込むっていう性質ではなくてね、これも問題で出てきた時に参照し、プラスその周辺の論点を読めばいいので、230も B プラス。で、240の監査における不正は、これは A ランクですね。これはやっぱりね、全体を通して読んでも損はないです。難しいですけどね、ちょっと難しいですけども、240のところから結構出てます。で、250の法令の検討は、これはまあ B マイナスぐらいでいいと思います。 あの、B マイナス。だからもう出てきても読まないか、あるいは本当に出てきた時にその該当する基準だけをちょっと参照するぐらいでもう十分かなと。250は B マイナス。で、260がね、ここのところ最近結構担当論文とも出るので、まあ A ランクちょっと多くなっちゃってあれですけども、260は A ランクにしといてください。これよく出ます。で、265はね、これは中間の B ランクです。265は B ランク。 で、えっと、ちょっと先にね、ランクだけもうちょっと進んでいきますけども、300の監査計画、まあこれはもう B マイナスぐらいでいいです。別に読まなくても多分問題解けたりするので、300は B マイナス。 315で、えっ、ー、と、320、330。この辺はね、大事なんですけれども、あの、ものすごい長いんです。315とか330なんて特にものすごい長いので、315とか、まあ、320、330は、これは、あの、ランクとしては B プラスにしといていただいて、あの、全部を1 あの最初から読み込むってことではなくてね315320330は出てきたところとその周辺のところを読むっていう意味でプラスにしておいいくださ402はですねこれはあのもう、えー、っとここは b スか C ですね私個人的にはもう C ランクとして読まないですけども、まああのえー、まあそうですねこれ C ランクでいいと思います402は C ランク。 でえー、っと450の虚偽表示の評価これはまあ B ランクですね450は B ランクで、えー、っと先行きまして500の監査証拠これは B+ プラスで501の特定項目の監査証拠これはですねちょっとメモしといていただきたいのは501は何が書いてあるかというと棚卸,し棚卸し資産と、えー、訴訟事件と セグメント情報って3つ書いてあるんですね。棚卸し資産と訴訟事件とセグメント情報。で、棚卸資産だけ A ランクです。501の特定項目は棚卸資産だけ A ランク。で、えー、訴訟事件は B ランク。訴訟事件は B ランク。で、えー、とセグメントは C ランクです。なので、えー、とちょっとね、501は中で、えー、と重要度が変わっていると。で、505の確認は、これは B ランクでいいです。505の確認は B ランク。 510の初年度監査の機種残高は B マイナス。で、520の分析的手続きもこれも B マイナス。で、530の監査サンプリングも B マイナスでいいです。もうこの辺は基準を読み込むというよりは、問題で出てきた時にそれをね、理解していただけばいいです。この辺は読み込むような基準ではない。540の会計上の見積もりの監査は B ランクにしておいてください。あの、余力のある方があの参照すればいいと。で、550の関連当事者は B マイナス。 で、560の後発事象は、これは、えっ、ー、と、B プラスですね。これは B プラス。で、えっ、ー、と、570の継続企業、ここはですね、監査基準が変わったところなので、今回は、あの、ちょっと、例年よりは大事なところです。なのでは、570、え、は、ー、B プラスにしといてください。で、580の経営者確認書、ここはですね、もう、あの、どれも問題で出やすい、あの、基準ばかりなので、580は A ランクにしてください。 で、えっと、残り4ページ目見ていきますね。四ページ目、えぇ、ー、600のグループ監査は、ここはですね、あの、読まなくていいっていう意味で、えー、ここでいうランク分けでいえば C ランクになりますけど、あの、なぜ、あの、 重要性がないというわけではなくて、グループ監査の基準は、もうここは原文参照しても何の意味もないので、あの、原文を読むんではなくて、問題が出てきた時に、そこで完結してくださればいいです。この600のグループ監査の基準はものすごい難しいので、あの、読んだからって力になるところではないので、ここは C ランクでいいです。で、610の内部監査の利用、これもですね、B マイナスぐらい。 で専門家の業務の利用620も B マイナス700の財務所表に対する意見の形成と監査報告ここはですね、今回、監査基準が変わったところなのであの例年よりは重要性が増していますので700は B プラスですで、えー、っと700と705の間にこれはあの入ってないんですけれどもこれ会、会計士協会で 公表されているのがまだアップデートされてないのでそのまま載せてますがこの700と705の間に米印かなんか書いていただいて701というのがすでに出ています。 701というのは何かというと、えー、監査上の主要な検討事項が書いてある基準ですね「えー、カムっというやつですけどもあの監査上の主要な検討事項が書いてあるのが701で701はあのやはりねあのこの間の12月担当それからその前の5月担当両方で出ていて今度の5月担当でも多分出るような気がしますので換気、えー、法701は A ランクということでね書いておいてください。 で、705、706は B ランクでいいです。705、706は B ランク。で、710は B マイナス。で、720はもうこれ C ランクでいいですね。で、あと残り、えっ、ー、と、少しですけども、800も、えっ、ー、と、ごめんなさい、逆に。八百もこれも、あのー、C ランクでいいでしょう。で、805もね、これも C ランクでいいです。810も C ランク。で、900の監査人の交代は B ランクで、 910はもうこれはあのあのえっ、ー、ともうなんていうかな C ランクどころかもうあのえっ、ー、ともうぜ絶対出ないと思いますので910はねああのまあ、C ランクですけどもここはもうあの特に出ないと。 今言った中でこれが全部になりますけども特に、ね、A ランクについては最初から最後まで基準を読むとでもう一回言いますけど B プラスになったら、まあ、あの基準で問題で出てきたときに、えー、そこを参照するプラス周りの周辺をまで読み込むと。であの B ランク以下はですね、まあ、それはもう皆さんの判断に任せますけども B ランクはもう基準があの問題で出てきたときにそこだけを あの参照する周辺ままでは読まなくてもいいとで b マイナスと C は人によってはねもう全部切るあるいは、まあ、b マイナスぐらいまでだったら参照するってことをしてもいいですけどもあのそのぐらいの重要性だということでね、えー、あの勉強を進めて頂ければと思います。なので、まあ、ちょっと最初にねあのいろいろ、えー、と言ってしまいましたがあの過去問と、えー、講義のレジュメと。えー 基準集ですね、えーまあ、これを柱にですねで担当ポイントアップトーレンは自分の今の出来を確認するということに使っていただくということでね、えー、進めていただいて、えー、っともう一度言いますけど大体今回の問題で7割取れてたらもうね論文対策していいと。 で6割ぐらいだったらまさに合格ラインなのでその方はですね、えーとまあ、あの監査でアドバンテージを取りたければもうちょっと学習を、ねえー、突っ込んでやっていただくし、えー、と逆に計算科目が苦手な方はですね監査で60今回取れてればあの監査論でそれ以上得点力アップする必要はないので、えー、と計算科目にね注力していただければいいかなというふうに思います。 えとまあ、これでねあの、監査論の全体像になりますので、また何かね、わからないこととかあれば、まあ、講義等でね、捕まえていただければと思います、はいえー。それではですね、管理会計論、二宮先生に代わりたいと思います。はいえー、それではね、引き続きまして、管理会計論の方を始めていきたいなと思いますす、えー、担当アレクセコシ二宮ですよろししくお願いします。 はいえっとまあ、管理会計論ですね、まあ、次の5月に向けた対策と、あと8月の論文向けの対策ですね、あのこちらの時間、使わせていただいて、お話ができればなと思っています。でこちらの,あのレジュメを配布していますので、お手元にご用意いただきまして、まあ、早速ではありますけど、1ページ目をちょっと開いてください。 まあ非常に管理会計論ですねあの難易度が高かったということでここ最近はこの高難易度の試験が続いていますねあの平成31年の第1回の試験ですね、まあ、今から試算すると3回前の本試験からまあ管理会計の難易度が大きく変わったわけですけれどもまあ到底1時間ではね現行の試験っていうのはもう解ききれるような分量ではないので まあその1時間の時間の中で、まあ、うまいこと主捨選択できるかどうか、まあ、そういった能力が今の試験では問われているのかなというふうに思います。で、今回の試験において、だいたいどれぐらいの点数が、まあ、取っていただきたかったかというところなんですけど、まあ、この上から3行目に書いているんですが、まあ、理論で6問、計算で3問ですね。これが一つの目安になってくるかなというところです。ここ3回の試験は、どの回もだいたいこれぐらいの 水準っていうのを一つ目標に考えてほしかったかなと。まあこれでだいたい五十点ぐらいの点数になりますね。理論で三十点点数を稼いで、まあ計算については二十点ちょっとですね稼ぐことができれば五十点は下回ることはないので、まあこれぐらいの点数が取れていれば、まあ少なくとも管理会計があの全体の足を引っ張ることはないのかなと、まあいうまあそういったレベル感の問題となっていましたね。はい。 だからまあ現行の試験というのは一昔前と違ってまあもはや管理会計であまり高得点を狙うという科目ではなくなっているので7割、8割取っている人というのは本当に全体であの1%台だと思いますね、まあ、あの本当に何いるかちょっと分かりませんけども5%いるかどうかというレベルだと思いますからもうほとんどの方というのがまあ50点取れるかどうかそのところでだいたい団子状態で点数が固まっているのかなと思いますけど。 まあ現行の試験本当に50点死守することができるかどうかっていうのが管理会計では一番求められているというところでまあ50点って聞くとまあ高いと感じるか低いと感じるかちょっと人によって違うのかなと思いますけどただまあ50点ぐらいはねなんとかあのうまいこと学習戦略立てていけばねあのどういう試験の難易度であったとしても安定して稼ぐように。 なれるののかなと思いますので、まあ、今後5月の対策をしていくときには、まあ、その50半分というところを1つの目安に考えてあの学習の方を進めていただくといいいのかなと思います、はい、で具体的にどういうことをじゃあこれから先やっていけばいいのかというところなんですけれども、まあ、次の1ページの下のところですね。 まあそれ,ぞれ計算と理論で、ね、あの内容を分けてちょっと確認をしていきたいなと思いますけれども、まあ、今回の試験でいうと計算についてはです、ねまあ、問題の4番というのがすごい簡単な問題だったんですけど、まあ、補助部門費を配布するだけの問題でしたね、まあ、ここなんかは確実に正解していないといけないところでおそらくまあ受験生でも全体,の合格あの全体の正答率としてもあの80%は超えてくるかなというぐらいの問題だったと思いますから。 まあここ間違えてるようだとちょっとあの厳しい結果になってしまうのもやむを得ないのかなというところですでこのまあ問題4の方を確実に死守して、まあ、残りの問題どれか12問正解することができれば、まあ、合格ラインは計算については少なくとも割らなかったということで、まあ、こう考えれば多少ねちょっと気分的にも楽になるのかなと思います結構今の試験って皆さんその1時間という時間の中であのなるべくいい点数取ってやろうという発想であの問題8問のうち 7問とか6問とかに着手しようと、まあ、考えている方が多いと思うんですけどもでも花かららら問ぐらい捨てててるって発想で受けてももうのもこれ一つのの戦略としてはありなのかなと思います、まあ、これから先ねすごい勉強を積み重ねていって、まあ、時間の中でその8分の6とか8分の7取れるようにしていくっていうのはこれかなりの,、ね、あの努力をしていかなければいけませんので、まあ、その労力を払うのであればね他の科目であのもう少し点数が取りやすいかと思いますのでそっちの方に資源を割いてもらった方が まあ全体の合格確率っていうのは上がるかと思いますのであんまりその過度に管理会計の計算に時間を割くっていうのは、まあ、現行の試験だとそんなに報われないのかなとは思いますのでもう基本的なこういう問題4のような計算が出てきた時に確実に正解できるような準備だけしといていただいてあとはもうある程度デザこ勝負で勝負していくしかないのかなっていうねそういった要素が強いようには思いますでただまあ一つね結構ここ最近の試験見てて思うのがあの 原価計算については比較的その見たことがない問題っていうのはあんまり出てこないとそのちょっと形式が違う問題は確かに出てはきますけども少なくとも未知の論点が原価計算分野で出てくることは絶対ないんですよもう皆さんが普段回転用教材で使っている問題集とかあると思いますけどそこに載ってない論点が出てくるってことはまず原価計算分野では起こりえないんですよ管理会計の分野はどうしても現場対応型のような問題が出てくる可能性はあるので 見た目が簡単そうに見えても思うように回答が出てこないとかですね、まあ、逆に見た目が難しそうなんだけれども解いてみたら意外と簡単とかっていう結構やってみないとわからない要素っていうのが多分に含まれてるんですけど原価計算については見た目の難易度と実際に解いたねその難易度っていうところがほとんど乖離が起きていない分野なのかなと思うのでもう見た目が簡単そうなものについては確実に合わせにいってで見た目が難しいものについても時間をかければね解けるはずっていう問題が多いので。 どちらかというとこれから先勉強していくにあたっては、まあ、原価計算の方をちょっと中心に考えてほしいかなっていうふうには思います。計算対策としてはこれ原価計算をちょっと中心にしていくと。 まあもちろん管理会計やらなくていいというわけではないんですけどもただ言っても管理会計は問題集と本当にまるっきり同じみたいな問題が出てくることはなかなか起こりえない分野ということにはなるので、まあ、そっちはかなり不確定要素が大きい分野になってきますから、まあ、そこにねあのすごい時間を割いていくというよりは今現在原価計算の方であまり点数が、ね、取れていないのであれば、まあ、こっちの方に重心を置いてもらった方が、まあ、点数の方に結びつくのかなというふうには思います。 だからもうね、割り切ってしまって、次の本試験を受けるときにも、もう原価計算の4問だけ解いていくとか、これも一つの戦略だと思いますね。まあ、一度ね、はじめ全体像は見てもらいたいんですけれども、でもまあ、その中でね、原価計算の簡単なものから解いていって、ここの4問を死守することができれば、もうアドバンテージ取ることができますから、こっちに全ての時間っていうのを費やして、 まあ確実に正解していくっていうのはこれ管理会見苦手な人にとってはですね一つのこれは受験戦略になってくるのかなと思いますのでまあ今後またね5月向けのその担当ポイントアップ答弁とか公開模試とか始まりますけどもまあそれを受けていく中でいろいろシミュレーションしてもらいたいんですよ。自分に合った解,け方解き方ですねその全体的に8問の計算問題っていうのを一通りやっていくのかもう花から4問ぐらい捨ててそこに全ての資源っていうのを集中させてやっていくのか。 まあ、そういった本試験における受け方っていうのを今後ちょっと模索していただきたいんですねこればっかりはねもう人によってその合う合わないっていうのがありますんでもう花からね4問捨ててやっていく方が合う人もいるでしょうしある程度6問ぐらい着手してですねあの全体的に解いていくっていうのが肌に合ってる方もいると思いますんで、まあ、そこはねあの個人の感覚とかに依存する部分ですんであのぜひともね今後また5月向けの冬練を受けるときにちょっといろいろシミュレーションをやってみてくださいはい。 でまあ、なんとかね計算については、まあ、少なくとも1問ないし2問はね解ける問題があるはずなんであの残りプラス1問ですね点数取ることができれば、まあ、合格ラインに達するんだと、まあ、それをねしっかりとあの念頭に置いた上で本試験を受,け受けていただければその過度なね焦りとかっていうのが生じないのかなって思います。 結構皆さん、ね、あの普段冷静なときだと、ね、あの解けるんだけれども本試験で焦ってしまってなかなか回答が出ないということが本当に経験としてもあるかと思いますけども,もうある程度、ね、その気持ちの問題というところが管理会見については大きい要素になってくるのであの自分にとって、ね、そういった安定して、まあ、気持ちが安定した受け方というところを次の理論対策なんですけれども。理論対策 理論についてはですね基本的にはもう一問一答問題集やってくださいという感じなんですけどもう講義をね上級講座まで一通りご受講いただいた方であればもう基本的なインプットについては終わってるんであとはもう一問一答問題集をどんどん回転していくその回転率を上げる作業をこれからやっていただければそれで OK です。で今回の試験でもねもう一問一答に載ってないことっていうのが、まあ、ほぼ出てないわけですよ。 まあ基本的にそこの習熟度を高めることができていれば、まあ、少なくとも5問は絶対正解できたんですね。まあ5問ないしまあ6問ですねやはりここはもう絶対死守したいところですね。特に原価計算の分野なんかはもう基準が47個しかないわけですからねそこから出るのも分かっているわけですから、まあ、標準原価計算についてはね基準以外の部分からも出てきますけれども、まあ、基本的にはもう試験範囲っていうのがかなり限定されている状況なので。 あの原価計算分野の4問については少なくとも4分の3は取らなければいけないと、まあ、原価計算の方で3問取って管理会計の方で最低限2問ですね、まあ、これを死守するっていうのは意識として持ってもらいたいなって思いますね、まあ、原価計算で4分の3ですね管理会計で4分の2と。 まあもしかすると今後の試験ちょっとどうなるかわからないんですけれども、まあ、おそらくね今回の試験とかってちょっとクレームも入ると思うんですよあのかなりむちゃくちゃな難易度になっているんでね。 平均点とかも、まあ、30点前半という試験になってしまっていて全体のボーダーも57%っていう、まあ、市場一番低い、ね、ボーダーラインということにはなっているので、まあ、かなり試験の難易度が高くなってしまってますからね金融庁の方で出している合格目標7割っていうところから大きく乖離してしまっているので今後、多少管理会見についてはね見直されるんじゃないのかなとは個人的には思ってはいるんですけどただ、そういった不確かなことにねちょっとあの希望を抱くっていうのもどうかとは思うのでそこに期待してね あの勉強のやり方を変えるというのはあまり合理的ではないので、まあ、どうなるかは分かりませんけどもただ、まあ、もし、ね、今後の試験少しそういった調整がかけられるのであればまたちょっと一昔前みたいに計算7問理論9問とかっていうそういった試験問題の、ね、構成を変えてくる可能性もありますね。はい 計算問題があまりにもね今分量が多すぎて1時間でとても解ききれないので、まあ、私が解いても1時間で満点取るっていうのは現行の試験だとなかなか難しいようなレベル感になっていますからもう受験生の皆さんでね1時間で解ききれるってことはまずありませんのでもう少しね、まあ、分量を減らしてくると思いますから、まあ、1問あたりの分量を減らすっていうよりは問題数を減らすっていう方向であの変えてくる可能性っていうのがあるので、まあ、理論の割合っていうのが少し増える可能性があります。はい だからもう今後の試験ではとにかく理論で安定感を出せるようにしていくというのが管理会計でミスをしない、ね、一つののポイントにななってくるのかなと思います。はいまあ、理論で、ね、なかなか満点はいないんですけど満点取ることができれば一応40点支出できるわけですからあと計算でプラス1問取ることができればもう合格ラインというのは余裕で超えますからね。まあ、12問取っていけば合格ラインを超えることができますから、まあ、理論の安定感というのが本当に。 あの管理会計全体の安定感をもたらすのかなと思いますのでここはねあの普段の準備をしておくことによってね本試験でも点数が取れるところになりますので、まあ、理論対策っていうところにしっかりと時間を割いてもらえればなと思います、はい、で理論対策するときにあの原価計算分野についてはね、まあ、基本一問一答やってもらいたいんですけどもあの原価計算の基準についてもね本試験直前期っていうのはちょっと見ていただいてあの直近の試験ね 結構この問題の一番というかここ3回ぐらいですかあの問題の一番結構難しいんですよ、まあ、それは皆さん当然とか受けていてね結構分かってるのかなと思いますけどこの問題1っていうのは絶対原価計算基準の初めの方から出題されてきますけど、まあ、これって結構抽象的な分野になってくるので本試験の問題でも割と正誤判断が難しい選択肢が出てきやすいということで問題1の正答率は他の 原価計算の理論問題の中でも一番ね低いのかなと思いますのでここについてはねあのできなかったとしても本試験でも過度にね焦ったりしないでくださいもう皆さんが分かんないと思っているものについては大体の人はねあの難しいなって感じているでしょうから特に問題の1番についてはそこはね正誤判断ができなくてもまあ落ち着いてね次の問題3番ぐらいからやってやるかとまあそれぐらいに考えて進めていただく方が精神衛生上いいのかなと思います、はい、結構ね はじめ1問ちゃんと確実に取れるかどうかっていうのがねそういった気持ちの安定に大きな影響をもたらしますから問題1番から解くっていうよりは3番から解くとかっていう工夫とかも凝らしてもらってもいいかと思いますね。で直近試験は本当に問題1ってこれ原価計算の基準条文をしっかりと見ていないと対応することができないようなレベルのものだったんであのできればね 本試験の直前まあ1週間前とかでいいかなというレベルですんであ,のある程度原文に当たるっていう作業を行ってもらえればなというふうには思います、はい、なんとなくね原文に当たってそれを繰り返し読んでおけば原文に載ってないようなあの変わった表現とか出てくればねそこに違和感を覚えることができるかと思いますんでちょっと原文をすり込むと、まあ、そういった作業をねやっていただくといいのかなというふうには思います、はいまあ、あくまで担当対策ですけどね 論文の対策では原価計算の基準の細かいこととか問われませんからまああくまで担当対策としてそこは考えてください。で一方管理会計の理論についてはですね細かい足を見ていくっていうよりはどっちかっていうと管理会計の理論対策としてはあの各分野のね理解を心がけるっていうのが重要ですね。 しっかりと各分野ごとにですね、理論的な背景分かっているかどうかですね、そのことを一個一個確認をしていってください。例えば事業部制の業績評価で ROI 使った場合と RI 使った場合、それぞれメリットデメリットがありましたけど、まあ、それをちゃんと自分で説明することができるかどうか、まあ、そういった点を普段テキストとかを読むときにも心がけてもらいたいんですね。ある程度そのアウトプットを意識するっていうのが、特に管理会計の分野については重要なのかなと思います。 この文章の中にも書いていますけども、まあ、アウトトプットを意識するとこれをね普段からやっておけば次の論文対策っていうのをやっていく時にももう別途ね特別な対策はいらなくなりますんでもう担当対策時にある程度一言二言で各理論っていうのを吐き出すようにしておくと、まあ、それを心がけた学習っていうのをこれから先行ってくださいはい。 結構管理会計の分野は抽象的なところが多いと思うので言語化するときにね、はじめすごい難しさっていうのを覚えるのかなと思いますけど、まあ、それをちゃんとできるようにしておけばね、もうそれで論文対策もばっちりと言えますんで、まあ、ぜひね、ちょっと地に足をつけながらじっくりとやるっていう作業を行ってください。あんまりね、そのいっぱい原価計算の理論みたいに足に当たる必要性はありませんので、あの一個一個の理論を丁寧にね、押さえていくっていうのを確認していってください。はい まあ以上がね理論対策ということになりまして、まあ、基本媒体としてはね一問一答問題集っていうのを中心教材に据えて、まあ、これから先対策を取っていってください。はい、で次の3番ですね、まあ、計算力についてということでちょっとまあ計算対策っていうのを今後やっていくときに、まあ、この計算の力についてですね、まあ、3つの要素があるよということを載せてあるんですけどもちょっと1つ確認をしてもらえればと思うんですが。 あの基礎力と応用力と実践力っていうふうに力を分けているんですけど、まあ、この試験の合格ってことを考えるとこの基礎力っていうのがまあ一番重要な力ということになってきます。まあ、基礎力っていうのは典型的なそういった計算問題ですね見覚えがあるような問題とかを安定して正確に回答することができる能力になりますので、まあ、これについてはね もう基本的かつ網羅性のある教材を日常的に反復演習するとこの作業がね何よりも重要になってきます。もう基本的的にに筋トレなな作業になってきますね割と退屈な作業にはなるかなと思いますけどももうしっかりとね既存の問題集の問題っていうのをそれをね自分の頭の中にすり込ませていくっていう作業をこれから先行ってください。はい まあ問題集についてはね何回解くのかっていうのはもう人によって違ってきますけども本当にレックの上級問題集とかであれば多い方だったらそれこそ10回以上解いてる方とかいますねもう10回20回って解いてる人もいるぐらいなんでまあさすがにそこまでやりましょうとは言いませんけれどもでもまあ最低限やっぱり3回ぐらい解かないと身にならないのかなとは思いますんでねはい。 ある程度分野については絞ってもらっても結構ですから、まあ三回ぐらいは解くというところはね。これから先、学習計画を立てるときに、あの念頭に置いてもらえればなとは思います。はい。で、あと、この基礎力、要請にあたって留意事項などもね、載せてありますんで。ちょっと、まあ、今日は時間の関係でもう見れないので、まあ、お家に帰ってから見ておいてください。はい。で、次の応用力っていうのは、これも飛ばしてもらって結構ですんで。最後の実践力ですね。これがまあ。 また重要な力ということになってきますけれども、まあ、実践感覚っていうのを培っていくというのが、まあ、管理会計の対策としては重要になってきます、まあ、とにかく1時間で16問っていう問題数になっているので他の科目よりも圧倒的に時間としてはシビアな戦いを迫られる、ね、科目なのかなと思いますので。 1>, まあその1時間の中でね先ほども申し上げた通り、まり、あ、どういうふうに受けていくのが自分にとって望ましいのか、まあ、それをねしっかりと今後5月向けの対策をしていくときにあの確認をしてもらいたいんですね。もう本試験と同じ時間の中でこれは同程度の難易度の形式分量の問題演習これを行っていくことでしか実践力はつけることができませんので、まあ、ぜひともねそういった答蓮とか模試を使ってねこの実践感覚っていうのを養っていってくださいはい。 で次の3ページですね、移っていただいて、まあ、担当と論文の違いというのを簡単にまとめてあるんですけれども、まあ、皆さんはね、次の5月担当、8月論文を目指されているのかなと思いますのであの、5月担当、8月論文、一気に合格していくにあたって、まあ、論文対策っていうことも今からある程度視野に入れていく必要性があります。で管理についいいててはね安心したただきたいのが あの全ての科目の中でおそらくもう担当式試験がね点数を解いている方は論文の試験に関しても基本的にあの高い点数を狙うことができる科目になっているのでそこは他の科目と大きく違うと思います。 で論文の管理っていうのはね、ちょっと知らない方もいるのかなと思いますんで、こちらの表の中見てもらったときに、まあ、問題構成としては大問2問で構成されていて、第1問が原価計算、まあ、第2問が管理会計分野で構成されています。でそれぞれが注文2つに分かれていくので、まあ、トータル注文4問を2時間の時間の中で解いていくっていうのが論文の試験になってきます。で論文試験も担当試験同様に基本的に時間は足りません。 時間が余るって方は、まあ、受験生の中でほぼいないのでもう担当同様ですね結構時間的にはシビアな戦いが求められると、まあ、そう考えてくださいでこの論文式試験は担当と違って当たり前ですけども文章を書かなければいけないのでこの知識のアウトプットっていうのが学習において重要視されます知識のアウトプットですねまあ先ほども言いましたけれども ある程度普段からですね、その一言二言で説明できるようにしておくっていう訓練を積んでる方はですね、まあ、論文はそんなに別途ね、あの何かしらと特別な対策っていうのを取っていく必要性っていうのがありませんので、もう担当対策時に各理論分野ですね、一言二言で内容を説明することができるかどうかですね、まあ、それをこれから先チェックしていってください。でそれを行う媒体としては、基本テキストと一問一答ですね。 このテキストや一問一答問題集っていうのを回転させるときにアウトプットをしていくと。だからまあ、理論問題とかを見たときに、その理論問題がなんで合ってるかとか、なんで間違えているのか、まあ、自分でその問題の解説を作っていく,解説を作っていくような感覚で、まあ、問題演習っていうのを進めていってください。で、これをやっておけばね、あの、管理会計については、ここのカッコ2番の表を見てもらったらわかるとおり、 これ論文の本試験におけるですね大体どれぐらいの行数の問題が何問程度出てくるのかというのをまとめてあるんですけど直近の試験なんかはこれ見てもらうと用語問題とかあるいはもう一行っていう行数ですねもう文章とも呼べませんよ本当に一言二言をちょっと書いて終わりみたいな問題っていうのが、まあ、基本的に問われているともう17箇所問われているのでもうほとんどここですねはい。 これって別に何かね、文章を書く練習とかをする必要性っていうのが全くありませんので、もうどっちかっていうと知ってるか知らないかっていう、そういう要素が強いと。で、ちょっと書くと言ってもですね、まあ5行問題っていうのが1問あると。で、4行の問題が2問と。で、3行問題が3箇所とかっていうレベルで、 まあそれ以前の試験とか遡ってもですね大体多いのは3行以内の問題っていうのがほとんどという感じにはなってくるので、まあ、多くても4行っていう感じになってきますから、まあ、ほとんどね管理については、まあ、文章を構成する能力とか、まあ、そういったものが合否に影響を与えない科目なんだと思ってください。はい、だからもうねあの基本的には5月担当向けのね まあ今後何か講座とかを取る,にか取ることを考えていただいても5月向けの上級講座とかっていうのを受けといていただければもう5月終わってからねあの論文対策については別途インプットの講座っていうのはそんなに管理会見については必要性は高くはないので、まあ、圧縮講座ぐらいを、ね、受けていただければもう十分ってことにはなりますからもう基本的には5月担当までで管理については全部完成させるんだと、まあ、その意識で学習に取り組んでもらえればなと思います。 理論についてはもうテキストの読み込みをやっておけば、ね、理論対策は論文まで、まあ、全部、ね、賄うことができると考えてください。で計算対策についてはです、ね、基本、担当対策時にはその計算問題集っていうのを使っていただくことになるんですけど、まあ、それをやっておけば、ね、論文対策にももちろんなるんですがとは言っても、ね、やっぱりその総合問題形式に今度変わってくるので論文式試験については。 その総合問題の形式に慣れていく必要性があるので本当にできればで結構なんですけど、まあ、今回の、あのー、担当式試験で、まあ、結果的には、ね、残念な結果に終わってしまったかもしれませんけれどもある程度惜しいところまで行けたという、ね、そういった実感を持てている方に関しましては、まあ、論文の教材とかをある程度計算対策として使ってもらってもいいのかなと思います。このののですとププレレレレトトーーンンかグレーップトーレンっていうのが総合問題形式の としてはありますので、まあ、結構論文の答練グレードアップ答練は難しいのであのプレ・トーレンとかを使っていただくと総合問題の形式に慣れていただく上ではいいのかなと思いますのであのぜひこういった教材とかの活用も考えていただくといいのかなと思います。はい まあただ、時間に余裕のある方になってくるので、まだ今回ね、担当式本試験で、まあ、それとそれそこそ管理でね、あの30点も点数が取れていないという方については、さすがに総合問題の形式とかになれるって作業を今やっているところではないかなと思いますので、どちらかというと基礎力をね、どんどんつけていく必要性がありますから、まあ、計算問題集の方の回転率っていうのを上げていってください,、はい。で、あと最後にこういう講座案内っていうところをね、ざっくりと載せてあるんですけれども、まあ、今回、 点数としては、まあ、4割未満の方ですね、あるいは、まあ、上級講座未受講の方については、まあ、ぜひね、この担当上級講座の方をやっぱりしっかりと受けてください。まあ、特に上級講座未受講の方については、まだ理論対策っていうのが万全ではないのかなと思いますんで、先ほど申し上げたとおり、あの今の管理会計では理論で点数を稼いでいかないと、もう話にならないと。 いう状況ですので、まあ、理論で少なくとも8分の5は取れるように今後対策を取っていく必要性がありますからぜひ、まあ、受けていない方は上級講座を、ね、ご検討くださいで、まあ、40点は取れているとで上級も受講済みの方については、まあ、3倍速講座という圧縮講座がありますので、まあ、こちらで、ね、もう少しちょっと苦手分野がある方については補強の方を検討してみてください、はい、であともう60点以上、ね、管理で現状取れている方については、まあ、インプット講座についてはもう心配な方だけ、ね、取っていただいて どちらかというと、登練をしたいとした学習っていうのを今後していただくといいのかなということで、まあだいたいこれを一つの目安に考えて今後のね講座の選択とかあの検討していただければなと思います。はい。まあ今回はね本当に結果的にはその残念な結果に終わってしまったかもしれませんけども、結局まあ5月ね次受かって。 8月の論文式試験合格できれば、あの結局、12月受かる人と何ら変わりはないわけですから、まあ、あまり気持ちを落とさずにね、前向きにあの学習の方を進めていっていただければなと思います。はいまあ、それではこれで管理会見については以上となりますので、最後、企業法に変わりたいと思いまますすす企業法担当いいたししし森村ですよろしくお願いします。 で企業法につきましてはですね5月担当に向けての対策というのももう今まで通り例年りもりほぼ10年以上同じことを申し上げてきているわけですけどもまあ点数取れなかった方は要するに条文の知識が足りなかったという,もうそれに尽きるわけですのでその条文の知識を増やしていただくということになるとは思います。えーまあ、ただだだそそれれだけだと本当にこでで終わっちゃいますのの、えー、一応その 前回の12月担当の振り返りっていうのをしていきたいと思います。で、まず形式面ですけれども、まあ皆さん受けていらっしゃると思いますので、ご存知だと思いますが、出、え、題、ー、数は前回と同じ20問で、ま、え、あ、ー、それはもうずっとここのとこ同じですよね。で、配点も20問すべて5点問題が出題されてます。で、選択肢というのが4肢で、おいで、 問題詞今日はこれお配りしてないんですけどまあ,あの企業法ですのでねあんまり形式も何もそんなこだわったもんじゃないのでああそうだったってことを思い出していただければいいんですけれども問題詞が「あ」から「え」までの4詞で,で選択肢がもう全部の組み合わせが「あ」「いい」から「うえ」までの6詞入ってるということですね。問題文の 表現末尾の表現につきましてもこれ問題1でマークしてますけども実質的には全て正しいものの組み合わせを問う問題でしたで4子で正しいものが2つありまして誤っているものが2つあるこれもずっと同じですで正しいものを選んでもらえればいいということになりますでちょっとした変化系で今年は、まあ、毎年多少変化系が入るんですけれども、えー、例えば問題13なんていうのは このようにですね単に正しいものの組み合わせではなくて当該剰余金の配当が効力を生ずる日における剰余金の額から減じなければならない額の組み合わせというふうな聞かれ方をしてます。でももこれもその後にというふうに書いてもらえればそれで全く同じですのでこれも特に惑うようなことではないですよね。 もう一問変化系がありまして問題14でこれもですねその職務にかかる行為に該当するものの組み合わせですから該当するものとして正しいものの組み合わせって言い換えてしまえばそれまでですよね。でここのとこずっとこういう形で正しいものの組み合わせを問う問題しか 足の組み合わせを問う問題しか出てませんけどもただこれっていうのはあの必ずそうというわけではありませんので次回もしかすると誤っている足の組み合わせを問われる可能性もなきにしもあらずですので一応これは確認を各問題ごとに確認はしていただきたいというふうに思いますでさらに問題のテーマにつきましてもですね問題のテーマもこれも全部もう問題文の冒頭に全ての問題で書いてあるんですよね で問題1は何なのかというと営業上譲渡した商人と営業譲り受けた商人の法律関係について聞きますよということなのでだからテーマをこう隠しておいて何かトリッキーな問題が出たっていうこともないんですねだからここのところも安心してもらえばいいと思います。であとですね今回の問題の特徴としまして問題文に。 名を書きがついている問題が何問か出題されてましたこれ論文式の本試験で問題文今は長い長文の、うん、その事例問題がほとんどなんですけれども名を書き書いてあるときは本当に気をつけて呼ばなきゃいけないですねところが担当式の場合の名を,名を書きというのはそこは考えなくていいですよっていうまあ、いわゆるネガティブリストを書いてあるだけなんですよね例えばこの問題には商人の報酬に関する問題ですけれども えー、なお商法の規定を変更しまたは排除する特約はないものとすると特約があれば特約が優先しちゃいますからそこは考えなくていいですよっていうふうにただ、えー、注意書きを書いてくれてるだけですあるいは問題十三なんていうのもそうですね、えー、ちょっと小さいかななお当該株式会社の最終事業,事業年度の 末日後において臨時計算書類は作成されなかったものとするっていうふうに書いてあってだから要するにそんなものはないんだから考えなくていいですよっていうことを言ってくれてるだけに過ぎないわけですよね。もう一つ見ておきますと第18問もそうですねこれは論文式試験でもよくあることなんですけれどもえと論文あれ 論文式試験でもよくあることなんですけどもその種類株式発行会社の場合には条文が複雑になりますのでそこは考えなくていいですよというこれも除外してある名を書きに過ぎないわけですよねで。こういう形で形式面についてはもう特に、まあ、毎年同じということでそんなに心配することはないと思います。 で次に出題内容についてですけれどもこれもいつもと同じようにですね、条文の損否を問う問題そんな条文があるのかないのかあれば丸、なければツというそういう問題がほとんどでしたえ1問4紙で20問出題されますから合計80紙出題されるわけですけれども判例を問う足が3紙だけ判例を問う足が3紙だけ出ていましてってことは残りの77紙というのは全て条文の損否について聞かれているということですね。 そしてこの判例を聞いているかどうか判例っていうのは解釈なんですよねで条文の解釈というのはもう学者の先生によって様々ですから通常は解釈を問うことは担当式ではできませんど,どの学説が正しいかっていうそういうような観点で学説というのは優劣は決まるもんじゃないですからねただ判例最高裁判所の判例についてはこれはもう,うその確定したものがあるわけですからそれについては知ってるか知らないかの判定ができるわけですねで最高裁判所の判例を聞いているのかそれともその条文を聞いているのかというのはこれも 問題文に例えば問題4なんか最高裁判所の判例によればっていうふうに明確に書いてくれてるんですよねこれ3種とも基本的にそうなんですねただこの,問題,6の問題6の判例を問う聞き方が最高裁判所の判例の趣旨によればっていうので趣旨って言葉が入ってますけどもこれは要するにその最高裁判所の判例が出た段階と今の条文と内容が 文言が異なっているのでだからぴったり同じというわけにはいきませんけどでも趣旨としては同じですよっていうことを言ってるに過ぎないんですねだからこれも判例を聞いているのか条文聞いているのかというのは特に気にしなくても問題ないと思います で判例についての対策なんですけれども、これは、出題可能性のある判例は大体テキストに書いてますし、あと担当特別講座を聞いていただく、あるいは担当3倍速講座を聞いていただければ、その中でちゃんと出てきますので、対策としてはそれで十分です。で、新判例がもちろん、そのテキストの改定後に出ることもありますけれども、その場合はポイントアップ当連、あるいは公開模試で随時出題することにしますので、そこのところも特に皆さん方が心配なさることはないと思います。で、あとは、えー、 会社法施行規則というものがありまして、まあ、あの会社法の内容をこう具体化した規定でして、まあ、形式的には会社法よりも一段落ちる形の、まあ、規則なんですけれども、これは今回12月担当では出題されませんでした。これはただ 例年はですね、3詞、4市出題されることが多いですので、これもやっぱり対策としてはやっておく必要があります。ただ、これもテキストにちゃんと書いてますので、ご自身で特に心配なさることはないとは思います。で、次に分野別の出題数ですけれども、これについてもですね、商法から2問、で金融商品取引法から2問ですね、そして会社法から16問というのも、これもずっと例年通り変わりません。 でさらに会社法の内訳も大体いいこれも同じでして、ね、設立1問、株式2問、期間6問資金調達2問、計算2問、持ち分会社1問で組織再編2問というこういうことですね。で前々回とちょっと変わったところといえば、えー、っと株式が前々,前々回は2問だったのが前回というか、まあ、今回というかそれは、えー、前々回3問だったのが今回2問に変わりました。その分計算が。 問問が2問に増えましたっていうだけなんですよねだからこれも毎年変わりませんので要するに毎回同じなんですけども全範囲からまんべんなく取材されているしたがって全範囲を勉強する必要があるということになります。でレックではテキストが3分冊になってるんですけどもそのうちの第1分冊で設立株式機関という分野。 ここから毎年9問から10問取材されるわけですけどもそこの範囲をやることになりましてそして第2分冊これが第1分冊ですねで第2分冊で資金調達からあと会社会社法の残り全部をやりますそしてあと商法と金商法について第3分冊でやるってことになりますでこのうちですね 第2分冊と第3分冊、特にこれ受験生の皆さんが弱い分野なんですけどもここについてだけやるという講座たった6個までやるという講座で3倍速講座というのがありますのでもしお時間のない方あるいはその 第一分冊の設立株式機関のところは例えば今回9問取材されましたけども7点以上取ってるとであとは自分で一問一答とを回していけば十分だという方は3倍速講座を聞かれてですね第二分冊、第三分冊だけえその勉強するしっかり勉強するというのも一つの手だとは思います。はいで次はですねちょっと待ってくださいね。 いわゆ難易度ですねこれがちょっと例年と同じというわけにはいきませんでして、えー、昨日発表になって、えー、企業法の平均点がなんと45%を切りましてですね44.2%、まあ、全体のボーダーが57%というのも驚きましたけれども44.2%という非常に低い数字になってますで、これはですね会社企業法の平均点というのがですね えー、平成28年の12月これがその史上一番高い会でしてっていうのは一番優しかった時なんですけどもこれは60.7%の平均があったもんですから全体のボーダーが70%程度と言われているのが71%に押し上げちゃったという異常会なんですよね。でそこからずっとですね企業法の難易度はずっと低下の一途をたどってますよね。 その次の年52.4で50.648.9で前々,回前々回とその前の回っていうのがこれがもうものすごく難しくなったって言われているのがこの平成30年の12月と令和元年の5月っていうことですね。で大体うちの当連ポイントアップ当連はこのレベルを揃えて。 出題してますのでだからよくあの受,験受験生の皆さん受講生の皆さんからはですねレックの答弁模試は難しすぎるっていうふうにずっとよく言われてたんですけども大体この辺狙ってますのでむしろ今はですねそのポイントアップ答弁というのは大体、うん、その試験に合致してるというか本試験が追いついてきたっていう感じだと思いますのでぜひポイントアップ答弁は受けていただきたいというふうに思います。 で、でなんで今回こんなに難易度が高かったのかなっていう一つ、えー、その気づいたところはですねその原則例外っていう形で法律はよく規定してるんですけれどもその例外を聞いてるその足がすごく多かったんですよね。例えばどんな足かと言いますとだから条文で言うと正しがきを聞いてるような足ですよね。問題2の問題2のですね例えば絵の足なんていうのが。 これが条の正しがきを聞いてるわけですね倉庫営業者が帰宅物の一部を出庫するときは出庫の割合に応じて保管料の支払いを請求することができるっていうでその要するに一部を出庫するという例外を聞いてるっていうので、えー、そ,のそこまで覚えてるかなっていうようなところで難しくなったんじゃないかというふうには思うんですね。ただこれも その文章自体をが読んで,です、ね、その意味内容が取れないような難しさでは全然ないわけですよね。だから単にその正し書きについてその存在を知ってるかどうかっていうことで結局は問題の難易度というのはその個人のそれぞれの受験生の方の がその条文を知知っっっててているるかからないかによよ変わってくるわくけですよね例えば、イの足なんか問題4のイの足なんていうのはこれは割と有名な条文だと思うんですよ。株券発行会社が自己株式の処分による株式を譲渡する場合当該株式にかかる株券を交付しなくても当該譲渡の効力が生ずるかどうか。 で株権発行会社の場合には原則として株権、意思表示プラス株権の交付がないと株式譲渡の効力は生じませんよとで、それには2つの例外があって、1つは名分の例外、それがこの128条1個正し書き、もう1つが判例上の例外ということになってますね、だからこれもその例外の条文を知っていれば容易に、あこれは丸だなっていう判断はつくっていうことになると思います。で、た、えー、し書きをさらに見ていきますと、問題9ですね。 これは、えー、株主総会の決議取り消しの訴えを提起するときに乱訴を防止するために担保を立てさせるっていうそういう制度があるんですけどもこの場合低所権者である疾、えー 提訴権者である執行役が提訴した時にはその担保を命じることができるかっていうとこれできないっていう条文が836条1個正し書きにあるんですねこれはお仕事でやってるわけだから仕事でやってるわけだから乱用の可能性は低いだろうっていうそういうような理由で正し書きがつけられてるとだからこれも知らなきゃもうどうしようもないですよね知らなきゃどうしようもないんですけども知ってればすっとわかると思います。あるいは問題17のですね えー、持ち分会社は定款に別の定めがある場合は総社員の同意を得ることなく組織変更することができる組織変更っていうのは会社の一大事中の一大事なんですけれどもですから株式会社においても組織変更する時には総株主の同意が必要ですし持ち分会社においても総,株主の同意総社員の同意が必要だとじゃあそ,れそのような一大事なんですけれども持ち分会社では。 定定で別段の定め例えば3分の2の多数でできるというようなことが定められるかどうかっていうことですねでそれはどうかっていうとこれは定款で別段の定めがある時は別だっていう条文がちゃんと正し書きに書いてあるんですよねだからこれも結局考えたってこれ分かんないですよねだってこんな例外あるのかなないのかなっていうのは知らないとどうしようもないので結局はこれも知識をつけていかないと分からない問題だと思いますま。ただ 正し書きについてもです、ね、この禁書法で正し書き出されてしかもそんな正し書き実はありませんっていうようなのが出てこれはさすがに解けないと思うんですよだこんな足が出ることがあるので、まあ、そのなかなか満点は難しいっていうことにはなると思うんですけどね特に今回ですねあの大体アカウンティングスクールのか卒業した方というのは修了した方というのはその企業法だけで担当受験できますよね。 なので、毎年その何人かは満点がいらっしゃるんですよ、企業法だけ受験して満点って、ところが今年はですね、えっと、その金融庁から発表されたこの成績を見ると、一番点数高い方が90点ですよね、90点でようやく1人っていうのが出てきましたから、ってことはこれ、アカウンティングスクールの企業法だけ受験された方だと思いますけども、そういう方でも今年今回の担当は満点取れなかったっていうことですよね。だかららそれぐらいやっぱり 細かいところは出されてるんだなっていう、で、この傾向は、今後も、もしかしたらこの程度での難易度っていうのは続くかもしれませんので、その対策はやっぱりしとかなきゃいけないということですよね。そこで難易度につきましては、まあ、今後もですね、この45%切るような難易度の問題が出題される可能性は、やはり無視できない、そういうこともありうるんだっていうことは、押さえておいた方がいいかもしれませんね。はい でではですね、まあ、ただ、そのように難易度企業法の場合難易度と言,われ言いましてもですね結局はさっきもお話ししましたように出題された条文自体の難易度というよりも自分が知っている条文が出ればそれは優しいというふうに感じるでしょう、正、えー、語の判定は容易につくでしょうし知らない条文が出たらそれは難しいなということになると思いますだから結局はですね勉強する範囲をどこまで広げるかの問題なんですよ。 で、条文の例えば出題頻度をこう、富士山に例えて言えばですね、一番頂上というのがまあ、しょっちゅう出る、出題頻度が高いもの。で、今までだと、それこそこう、8合目ぐらいまで、頂上から8合目ぐらいまでを勉強しておけば、たい八割、80点以上取れたと。まあ、いわゆる他の予備校でいう A 論点、B 論点、そこを抑えてれば、企業法80点取れますよっていうことになってたんですけども、ところが、今はですね、 最近この3回というのはまあ7合目ぐらいまで勉強しなきゃいけない頂上から7合目、えー、いわゆる C 論点までやんなきゃいけないという感じになってきてるというふうに思いますでこの1合分というのはその今まで8合目から上でよかったのが7合目から上になるというその1合分というのは距離ではなくて知識の量の話ですから結局その分の体積ですよねその分を増やさなきゃいけないっていう,いうイメージなんじゃないかと思いますですから体感的には 従来の勉強量の1.2倍から1.5倍ぐらいの勉強をしてないとしっかりと80点取れるっていうふうには思えないんじゃないかというふうな気がいたします。じゃあどうやって勉強するのかっていうことですけども基本的にはですね担当テキストそれと一問一答だけでまあおおむねまあ、えー、必要な知識は抑えられるとは思うんですね。たださっき言いましたように細かいその正し書きとか聞かれる時にはですねそこまでなかなか注意して読むことが難しいってことがありますので でまあこれはつらいんですけども6歩を素読すると読み込むという方法であればそれは完全に穴をなくすことができますただそれってのはなかなか耐えられない勉強ですのでそういう方のためにはぜひ解説といいいいうのを、えー、使ってたただきたいと思いますこれは条文書いてあってその趣旨っていうのが書いてあって条文書いてあって趣旨が書いてあるということで論文式試験にもずっと役立ちますのでこれは自書的に使う意味でも非常によくできた え、書籍ですので、これは買っておかれればと思います。あとは山当て講座というのもありまして、それで補強的に まさにこう穴の部分というのを補強していけばですね、えー、点数的にはかなり伸びるんじゃないかと思います。はい。で、以上まとめますと、企業法に関しては出題形式、分野別出題数に大きな変化はなく、難易度は難化傾向にあるということですね。で、従って2020年の5月担当に対する対策も、客観面としては基本的には従来通りでいいわけですけれども、ただ時間が許す限り、例えば講義の場合、マークしてないところも、 時間の許す限り覚えるような勉強はしていただきたいというふうに思いますでは最後具体的な対策どんな問題が出題されても企業法で80点以上取れるようにするにはどうすればいいかということですねで企業法以外の,その科目というのは皆さんもご存知のようにその点数の変動がすごく激しいんですよね例えば今回ですとその 会計系の科目ですよねこの財務会計財務が33.8%管理、まあ、管理は毎年難しいんですけども34.5%というふうに、えー、これはなかなかこれぐらいの平均点でその何て言いまうんでしね 60%70% 取るっていうのは相当大変なことですよねでこれに対して企業法の場合には、まあ、繰り返しになりますけども条文しか出ないんです基本的に条文しか出ないので。 何だっからまあそこまではもちろん行くの大変ですけれども結局条文と有名な判例しか出ないわけですからそういう条文判例があるかないかの判断さえつくようになればそれだけでいいつまり地秩父の問題っていうことになるわけですよね。 でさらに具体的な勉強方法について考えてみますと基礎的な知識60点から70点ぐらいの範囲であればインプットはこれはまあ実を言うと講義を聞くよりもですねご自身で一問一答間違わなくなるまで解いていくとでその方法の方が時間的には確かに短縮はできると思うんですねただそういう形で論担当を受かってしまいますといざ論文になるとそういう断片的な知識しかありませんので全く何も書けないということになっちゃいますのでこれはあんまりお勧めできません。でただ、まあ そのおどうしても時間がないという方であれば先ほどのテキストの第1分その設立と株式と期間あたりであればその一問一答を間違えなくなるまで解くということで比較的優しい問題が前半出ますのでそれで何とかなるで時間がもしないのであればそういう形で第一分冊は自分で勉強してあと第二分冊、第三分冊だけをですね3倍速講座で手当てするっていうのも手は手だとは思います。 ただ、そ,それだとほとんどねその第1問札部分まあ独学みたいな形になってしまいますので企業法の基礎知識がついていないとなかなか勉強ははかどりませんし疑問ばっかり出てきてえー中断してしまうということもえあると思いますのでやはり講義を聞いていただけた方がいいとは思います。あとと一問一答ををきににはですねその講義を聞,いて聞いた後に解く あるいは自分自身で解くっていういずれの場合も間違った足だけでいいですからぜひ条文に当たっていただきたいんですね生の条文に当たることでやっぱり、えー、試験員はその生の条文から問題を作るわけですから新たな発見があったりしますのでぜひこれはやっていただきたいというふうに思います。で、えー、企業法の基礎的な知識に自信のない方あるいは確実に80点以上取りたい方はですね担当上級講座をぜひ聞いていただきたいと思います。これはもう全部の範囲を 全16回できっちりやっていきますで講義を聞くことはですねご自身で一問一答を解くペースメーカーとしても有効ですし講義はかなり基礎的なレベルからお話ししますのでその辺のところは心配はいらないと思います で具体的な講義の進行方法は、講義ではですね、その場でマーカーを引いていると時間がないですから、できるだけその3時間なら3時間で、単位時間あたりに情報量を最大限にしたいっていうふうに思ってますので、あらかじめマーカーを引いてあるテキストをこういう形でプレゼンターに移します。で、その、それを移し取ってもらう時間はできるだけ取りますので、それを移してもらってで、講義の中では自分で読んだだけでは分かりにくい条文であったり、あるいは誤解しやすい条文の解説を中心に、 若干の論文対策も兼ねて条文の趣旨を短く説明していくことにします。で条文の趣旨を覚えるということは、それだけ負担になるんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、むしろ記憶の定着には役立ち、役立ちます。何も考えずに結論だけ覚えていくというのはもう苦痛でしかないですから、ぜひ条文の存在理由、趣旨というのも一緒に勉強していただきたいというふうに思います。 で、テキストをマークしてある部分というのは、担当式試験で、えー、過去に取材された部分と、まだ取材されてはいないんだけども、今後取材される可能性のある部分、いわゆる世間でいう A 論点、B 論点というのをマークしてありますので、で、それにプラス講義の中で、さらに今後は細かいところ聞かれるんだったら、この辺まで聞かれる可能性がありますよっていう話も講義の中でしていきます。えー、で、えー、まあもちろんだからその、マークについてはね、もう、 その今みたいな細かい問題が今後も取材されるっていうのが予想されますのでマークしてないところからも出る可能性はありますのでだったらもうマークするの面倒くさいとあと講義の中で聞いてえその私が話したことをメモ書き欄外にメモしていくっていう方法でももちろんいいとは思うんですね。いというような形でですねえ企業法に関してはまあ要するに 知っている条文をいかか、に増やすかあとはその方法論の違いだけですのでその方法論の違いとしてご自身がまあ一番納得のいくというか使える時間を最大限使,え使っていただいて、えー、点数を取れる勉強方法を取っていただければいいとは思います。まあ、それでまあ一番多分でもペースメーカーとして使う上でも効率的なのが講義を聞いていただくということですけれども、えー、その時間が取れないのであれば ご自身でテキストを読み込んでいただくあるいは一問一答を解いていただくそれ様さまざまな方法でいいとは思いますただポイントアップ答弁を解いていただいて実際自分で点数が取れるかどうかそこで軌道修正をしていっていただければよろしいんじゃないかと思います。それではこれでですね五月担当に向けた対策講座を終わらせていただきます。どうもお疲れ様でした